小林正彦君、環境省自然環境局長星野和明君、原子力規制庁審議官桜田道夫君、原子力規制庁審議官山本哲也君、原子力規制庁審議官大村哲夫君、原子力規制庁原子力地域安全総括官黒木義秀君、防衛省地域協力局次長山本達夫君の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありますか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申し出がありますので順次これを許します。吉田泉君。吉田君。おはようございます。民主党吉田泉で、あります。先日お伺いいたしました環境大臣の所信に関連して今日はご質問をさせていただきます。まず所信の一番最初に取り上げられたこの東日本大震災からの復旧復興、このうちの中間貯蔵施設の整備についてお伺いをいたします。この施設は、一つとして、福島県内の除染で出てくる土壌や、草木などですね、それから二つとして、福島県内の10万ベクレルを超える廃棄物と、この二つを貯蔵しようというもので、ございます。いずれも可燃できるものは焼却できるものは焼却しようということですので、最終的には焼却灰と焼却できない土壌と、この2つを貯蔵する施設になるのであろうというふうに考えております。さてこの施設は、あくまで中間貯蔵であって、この貯蔵が開始されたあと30年以内に福島県の外で最終処分を完了するという基本方針が決まっております。これは平成24年の7月閣議決定され、現政権にも引き継がれている方針でございます。そこでまずこの最終処分場は福島県の外にとした理由なり背景をですね、改めて確認したいと思います。井上環境副大臣。お答えをいたします。民主党政権時代ということで、むしろ吉田先生の方がよくご存知のような気もいたしますけれども、当時ですね、福島第一原子力発電所から放出された放射性物質による環境の汚染が最も深刻な福島県におきましては、すでに大変な被害を受けて住民の方々が非常に重い負担を負っているということ、また地元福島からのご要望もあったということなどを踏まえまして、総合的に判断をした結果、福島県外での最終処分を決めたものと伺っております。なお現政権におきましても、避難解除等区域復興再生計画におきまして、中間貯蔵開始後30年以内に福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずる旨を明らかにしているところです。吉田泉君。ありがとうございました。この最終処分場の問題については後ほどまたですねちょっと触れたいと思います。その閣議決定と並行するような時にですね、並行しながら、政府は24年の3月でしたけれども、福島県の双葉町、大熊町、楢葉町、この3つの町に中間貯蔵施設を分散設置するという考え方を示しました。そして同じ年の8月には具体的な調査候補地12箇所を提示して、検討を要請したといういきさつがございます。この3つの町のうち楢葉町というのは、この福島事故を起こしました福島第一原発の立地町ではないわけですね。その楢葉町にもこのなぜ、中間貯蔵の設置要請をせざるを得なかったのかというところを確認したいと思います。井上環境副大臣。はい、
これもですね、当時の考え方でありますが、中間貯蔵施設につきまして各地から除染土壌や指定廃棄物などを効率的に搬入をするため、これらが高濃度大量に発生する地域になるべく近いこと、また除染に伴う土壌や廃棄物の搬入、分別、原用化、貯蔵などに必要な敷地面積を確保できること、そして分散設置することによって設置自治体の負担を軽減することや搬入車両による交通渋滞を防止すること、まあ、こういったような観点から双葉町、大熊町、楢葉町の3町を設置候補地とする国の考えをお示ししたものであります。吉田君、そういった、まあ、いきさつを踏まえてですね、この環境省は、まあ、現地の調査等をその後行ってきたわけでございます。そして、調査が終了した昨年12月、この、まあ、富岡を入れた4つの町の町長さんと福島県知事に対して、中間貯蔵ですから3つの町の19平方キロを国が買い上げて整備をしたいという案を示したところで、これは環境大臣、復興大臣が行かれて要請をしたということでございました。しかしながらこの要請をされた3つの町のうちですね、先ほど申し上げました楢葉町というのは避難指示解除準備区域という指定でございます。つまり間もなく住民が帰還するという町でございますので、楢葉町長さんはその住民帰還に影響が懸念されるという趣旨で、この1月でしたけれども高濃度 の、 その除染等の土壌等についてはですね、受け入れを拒否せざるを得ないということを言明したわけでございます。でそれを踏まえてこの2月、福島県知事は、楢葉町を外した上でかつ全体の面積を広げないで大熊と双葉、この2つの町に集約をしてもらえないかと、つまり当初の環境省の計画の見直しをですね、してくれんかという要請を政府にしたところでございます。そこで、今現在検討はされているところだと思いますが、政府としてこの福島県サイドの見直し要請に対して、どういうスタンスで、対応されておるのか、それを伺いたいと思います。石原環境大臣。ただいま吉田委員がご指摘されました福島県知事からの申し出、ちょっと整理をさせていただきたいと思うんでございますが、2月12日においでになりまして、私と復興大臣あるいは井上副大臣とともにお話を聞かせていただきました。その主な内容は2点だと思うんですけれども、その全体の面積、当初が示した全体の面積は変えないで、中間貯蔵施設を立地町であるところの双葉町、大熊町に集約するように、またエコテック関連の固形化施設はその代わりといっては何でございますけれども、楢葉町に配置する方向で再検討していただきたい、こういう内容であったと思います。私からは当日このようにご発言をさせていただきました。中間貯蔵施設の具体化に向けては、そのやはり知事のイニシアチブというものが不可欠であると、知事が引っ張っていただかなければなかなか町村の話というものはまとまらない、引き続き関係庁との調整の前面に立っていただきたい。で2点目としては、エコテックでございますけれども、固形化施設の設置場所については、県と楢葉町、またエコテックの所在します富岡町と相談の上回答させていただくと。でそれと合わせましてですね、やはり早期に議会あるいは住民の皆様への説明、この説明なくして私は国の判断だけでやるなんてことはできないと思いますので、ともかく説明をさせていただきたいと、開始させていただきたいと、こういうお願いをさせていただきました。これまで民主党政権からその方針に沿って私どもも
継続性を重んじて政策を提言してきたわけでございますけれども、率直な印象としては、まあ、大きな宿題をいただいたのかなと。しかしその一方でこのことに至る前段としてですね、双葉郡という大きな行政全体の8町村の皆さん方がお集まりになって、その8町村の合意としてですね、総意としてこのようにしていただきたいというご要望だと理解をさせていただきましたので、当然国といたしましてはその内容をしっかりと受け止めて検討しなければならないと思っております。いまだにいただいたばかりのことで、特にその面積を広げればですね、それは簡単に回答が出るわけですけど、面積をそのままということは原用化の技術というものもどの程度可能であるのかという実証値を示さなければ絵に描いた餅になってしまいます。そこのところを現在検討している最中でございます。以上。吉田君。ありがとうございました。大臣おっしゃるように双葉八ヶ町村と県との、相違がですね、こういう方向になったということですので、ぜひ今のようなお考えで受け止めていただきたいというふうに思います。ただ今、大臣もおっしゃいましたけども、問題はこの見直すときの、方法といいますか可能性ですよね。特にこの最大の問題は全体の面積をの問題、つまり全体の搬入量をですね、どう見直せるのかという問題だと思います。もともとこの貯蔵、ここに貯蔵しようというこの推計発生量というのは、最大で2200万立米、これにそのさらに予想される追加分を入れると、2800万立米という数字を環境省は弾いておりました。でそのうちこの奈良派というのが250立米ですから、大体1割近くですね、この奈良派が予定されていたわけです。でそれを圧縮せねばなりません。それをどういうふうな方法で、今原用化というお話も出ましたが、どういう方法で圧縮されようとしているのかと、さらには先ほど副大臣のご答弁でもこの奈良派を決めた理由の一つにですね、搬入の時の交通の混雑等を分散するというお話がございましたけれども、奈良派が抜けるとその混雑がですね、また増してくるという心配もございます。この混雑対策をどうするのか、この2つについて現在の検討状況をお伺いしたいと思います。小林水大気環境局長。お答えを申し上げます。この点につきましては、今大臣からお答えを申しましたとおりでございまして、具体的には検討中でございますので、その詳細について申し上げることはなかなか困難でございますが、一つ目、奈良浜町分の約250万立米の扱い、今先生ご指摘がありましたとおりでございまして、全体で2800万立米積み上げておりますが、これは従来の除染の実績などから2200万立米は出てくる、これも幅を持って考えておりますが出てくると。でさらに、もう少し現時点では推計がなかなか困難な、あるいはそれは森林でありますとか帰還困難区域というようなことでございますが、こういうものも、ある意味では見込める形で、もう600万立米と、こういうような形でございます。そういうことも考え、また今ご指摘がありました、また大臣からもご答弁ありました、原用化の状況がどうかと、こういうことも含めながら検討しているところでございまして、ちょっと具体的に申し上げられる段階に至っておりませんが、速やかに検討したいというふうに考えているところでございます。また交通混雑の課題、これも再編によってどうなるかということは今後検討していくところでございますが、そもそも中間貯蔵施設への除染土壌の輸送、これは福島県内のほぼ全域から大量の土壌などを輸送をいたします。そういう意味で交通渋滞などの一般交通に対する影響、あるいは住民の皆様方の健康や生活環境に影響がないかと、ここについてはかねてから気を使っているところでございます。でそういう意味で、この特に輸送につきましては、今の基本的な事項を検討しようということで、
中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送に関する検討会というものを設けております。この中で、ご指摘ありましたような汚染廃棄物の原料化に向けてどうかというようなこともよく見ながら、夏ごろには輸送の基本計画をまとめようということをやってきておりますので、そういうことも見ながら検討を進めたいと思っているところでございます。吉田君。やはりこの原料化技術の開発というのはですね、どうもポイントというように感じました。いろいろ聞くとこの分球という方法があると、それから熱処理とかですね、洗浄と、いろいろな発想で今原料化技術、公募等もしながらですねやっているということでございます。ぜひそちらに力を入れていただきたいと思います。それで続きまして、先ほど一度触れましたがこの最終処分場の問題にちょっと戻りたいと思います。昨年12月、環境大臣、復興大臣が知事に要請したときに、この福島県外で最終処分をするんだという方針に関連して、このような方針をさらに明確にすべく、中間貯蔵施設を受け入れていただけるような環境が整えば法制化を図るというふうにお話になったわけでございます。法制化、この問題で法制化を図るというのは初めての、政府として初めての言明ではなかろうかと思いますが、一方で地元ではですね、その受け入れる中間貯蔵を受け入れるためのこの前提条件が最終処分場の法制化ではないのかと、つまり法制化の方が時間的に先であるべきではないのかという意見もですね、従来から根強くあるわけです。そこでまずこのなぜ現段階で最終処分場県外へということに関する法案を提出できないのか、その理由をお伺いします。石原環境大臣。これはやはり時系列を追って物事を進めていかなければならないというのが基本にあるんだと思います。私どもその中間貯蔵施設を3兆に、今現在は福島県知事から2兆に集約しろというお話を伺っておりますが、中間貯蔵施設の受け入れをお願いしている段階で、できていないものを最終処分する法律を作りますと、結論から言うと中間貯蔵施設をどうであろうがそこにもう作るということになってしまいます。住民への説明も済んでいない、あるいは議会への説明も済んでいない、住民へ議会へ皆さん方に説明をしてご理解をいただいた後にですね、法案を提出する方が私は適切であると、こんなふうに考えております。吉田君。時系列を大事にしながらですね、受け入れがあれば、法制化するんだという大臣の約束を私は信用したいと思いますが、そこで、ちょっと改めて伺いますけれども、この受け入れの環境が整えばとされておりますけど、その時期というのは具体的にはどういう段階にを指しているんでしょうか。先ほど住民説明会というお話もございましたけど、一通り説明会が終わって首長さんが判断したその頃というイメージなのかどうか、そして結局ですね、それは今年の何月頃になるというお考えなのか、お伺いします。石原環境大臣。これは先ほど吉田委員の最初の質問のお答えと非常に関連してくるんでございますが、これまで行政の継続性、また当時の民主党のご判断、こういうもので計画を私ども進めて、面積等々も決定し調査等もさせていただいて、ここならばできるということをお示しさせていただきました。しかし先ほど申しました通り、オール双葉郡8町村の皆様方の総意として、やはり第一サイトのある双葉
大熊に集約しろというお話をいただきました。大変重く受け止めておりますが、吉田委員もこの質問の前にご言及されたように、もちろん原用化の技術というのは私進んできているんだと思うんです。しかし実際にそれでどの程度原用化できるということを数字の上で積み上げませんと、はい分かりましたというのも、これまた無責任な話でございます。まあ、こういうものを一つ一つ整理をさせていただいて、議会そして住民の方々に説明をさせていただいた後に物事が動いてくる、その後に、お考えいただいてですね、これは福島県で調査をいたしましても、中間貯蔵施設を一日も早く作るという方の数が世論調査見る限りでは9割に上っているわけでございますから、この福島県民の多くの方々の総意を知事さん、あるいは受け入れ町村の皆さん、受け入れ町の皆様がご理解をいただいた後に一歩踏み出すことができる、私どもはそれを今しっかりと待たせていただいているという状況でございます。吉田君、そうしますと、通常会は6月までですけども、具体的にはこの通常会に出せるかどうかというあたりは大臣いかがでしょうか。石原環境大臣。これもですね、その最終処分場は残念ながら決まっておりません。しかし30年間という時間軸がございます。30年間の時間軸を経過すればですね、現在の考えでも、これは専門家の方々、科学者の方々からお話を聞いたんですけれども、放射線量というのはかなり減価していくと。そうしますとそれと違うものを混ぜてですね、規定値以下のものになれば公共事業等々に使えるようになります。こういうことをしっかりとやれるということを お示ししませんと、これまた非常に無責任なことになります。法律的にはそんなに膨大な、考えましてですね、その長い法律になるとは思いませんので、これはもちろんその議会の皆様方の理解はない限りは法律は成立しないわけでございますので、議会の皆様方のご理解を得られればですね、適切な審議の後その法案を可決成立させるということは私は十分ご理解をいただければ可能であると思っております。ですからそんなにそのなんて言うんでしょうか、対立法案になってですね、ああだこうだなりますと、それは当然成立に審議時間もかかり長くなりますが、理解を得られれば可決成立することは現段階では可能ではないか、こんなふうに考えているところでございます。吉田君。通常会か臨時会か、法案の提出の時期をですね、こちらも注目してまいりたいと思います。それからちょっと話は変わりますけども、この富岡町、ここにはですね、これは従来からですが、管理型処分場というのがもう既存の民間の処分場がありますが、そこにこの10万ベクレル以下の廃棄物についてはそこに受け入れを要請されておりました。で、先ほど大臣も言及されましたけれども、今回のその見直しの中にですね、この富岡の敷地内に計画されていた、これは焼却灰のセメント固化施設ですが、これを今度は楢葉町に移すという知事の提案があるわけです。で、そうしますと富岡に管理型処分場、これは従来通り、そして楢葉に新しく固化施設と、こういう体制になるわけですが、いずれもですね、この2つの施設を作ろうという、片っぽはもうできてますけれども、その候補地は、先ほど申し上げたような避難指示解除準備区域ということであります。つまり、
一番早く帰還できる予定の地域にこの2つの施設を設置しようということになります。そこでまあ改めてですけども、このこれらの2つの施設と間もなく帰還する住民の皆さん方のこのまあいわば平穏な生活というのはですね、これ本当に両立できるんですねというところを、つまり安全性をですね、改めて確認したいと思います。委員長。梶原廃棄物リサイクル対策部長。お答え申し上げます。今先生ご指摘のとおり、10万ベクレル以下の廃棄物につきましては、富岡町におきますエコテックセンターで処理をするという提案をさせていただいており、知事の方からはそのうちの工芸化施設、セメント工芸化施設については、奈良浜町で作るように再配置案を考えるようにというふうなご提案を申し入れを受けております。放射性廃棄物、放射性物質を含む廃棄物の処分につきましては、放射性物質汚染対処特措法に基づきまして、有識者の方々の議論を踏まえた結果、その処分方法並びに処分する施設の施設構造維持管理方法につきまして、基準化をさせていただいているところでございます。具体的にはこの基準に基づきまして、最終処分場におきましては、例えば、放射性物質の溶質がですね、比較的多い、これは具体的には廃棄物焼却炉の被害なんかがこれに該当するわけでございますけれども、そういったようなものについてはあらかじめ、セメント固形化をいたしまして、セシウムの溶質を少なくする抑えるということ、そしてまた埋め立て地の中はですね、そのセシウムが周りに行かないようにですね、土壌層で、覆う、あるいは不等水性土壌で覆って水との接触をできるだけ少なくをすると。でさらには排水処理、最終処分場から出てくる排水についてはゼオライト処理等を行いまして、しっかりセシウムの濃度を下げるといったようなことをやるということでございます。こういったようなことで、最終処分場のそのからのその安全は、安全な処分というのは確保できるものと考えてございます。また実際にエコテックの最終処分場でですね、例えば敷地境界におきます放射線濃度、これにつきましても評価をしていただいており、十分なレベルで管理できるということでございます。もう一つ、セメント工芸化施設、これにつきましてはですね、焼却灰、これ非灰というものでございますけれども、セメントと水とでこんねりをしまして、固形化をするというものでございますけれども、縦洗いの中で、処理をいたします。でそういうことで、この縦洗いのそのものについては集塵装置をつけた縦洗いでやるということでございまして、これにつきましても安全に運転ができるものというふうに考えて、ございます。委員長。吉田君。その住民の方々に納得してもらうためにもですね、ぜひ何かこう数値でね、もう少しこう具体的に示してもらいたいと思うんです。例えば私が聞いているのは、そのエコテックの場合は埋め立て中は境界線で年間1ミリ程度だと、これが埋め立てが終わって土壌をかぶせればですね、その100分の1に減るんだと、1ミリの100分の1というのはもう完全に安全な数値になりますが、その辺をですね、ぜひよく強調して、説明してもらいたいというふうに思います。さて、またちょっと中間貯蔵の方に戻りますけども、この奈良派を除きますと大熊双葉両町で合計、16平方キロというのが今の候補地でございます。この16平方キロ、宅地あり、工場あり、電波塔あり、山林ありですが、大体その割合というのは どういうものでしょうか。小林水大気環境局長。お尋ねの大熊町、双葉町で、今環境省が予定地として提示をしている地域の地目別の割合でございますが、航空写真ですとか、あるいは地図などから判断をいたしまして、電波塔山林が約6割、宅地工場が1割、その他の原野ですとか道路などもろもろのもので約3割と
というように見込んでいるところでございます。吉田君、ありがとうございました。そうすると、まあ、タクシー工場は1割程度で、あとは9割が電波田山林原野と、まあ、こういう地域で、あります。まあ、地元の人の話を聞くとですね、あの辺の、まあ、田んぼの評価額というのは大体一旦あたり、まあ、60万円とか80万円だというわけですね。そうするとこの値段でその買い取り価格が評価されると、そのレベルだとなかなかこの先祖伝来の土地をですね、手放す気にはなれない人が多いんじゃないかと。実はそのあそこは高速道路も走ってますが、高速道路の時はですね、この電波田においても600万とか800万、まあ、先ほどの数字の10倍ぐらいの値段でですね、買い取りが行われたという、声が、まあ、私の方にも寄せられております。12月の政府の要請の時に、政府はその公共用地取得に伴う損失保障基準要項にのっとってやるんだと。で、将来はここも復旧復興が図られる土地として考えるんだと、評価するんだと。さらには東電の財物賠償とは関係ないんだと、まあ、この3つの考え方を示したわけですけれども、もう少し具体的にですね、この土地の評価どうするのかお伺いします。井上環境副大臣。はい、用地取得のですね、具体的な考え方については、今先生おっしゃった、まあ、3つの基本的な考え方に、まあ、のっとって、対応していくということになります。ただそれぞれですね、具体のその各地権者に対して、まあ、どれぐらいの金額になるかという、まあ、そういったことについては、これはもう地権者の方々にその交渉の中でお示しをするということですので、そこはご理解をいただきたいと思います。吉田君。この、まあ、公共用地の取得ですから、まあ、収用法というのも一応対象になるということですが、まあ、実際にはですね、これ考えられないことです。そうするとあくまでもこの交渉で、買い取りをしようということになると思います。そうするとやはりポイントはこの条件だと思います。どうぞいろんな専門的な知恵をですね、出していただきますようにお願いしたいと思います。それから同じくこの2月の知事の要請の中にですね、これらの施設は特別な施設であると、そういうことを踏まえて、地権者、さらにはその敷地周辺の方々の生活再建策、地域振興策などを早期かつ具体的に提示してもらいたいという要請がありました。現時点での政府の対応をお伺いします。井上環境副大臣。はい、これは地権者の方に対する生活再建支援あるいは地域振興ということ、当然のことながらしっかり対応しなければいけないというふうに考えております。で、昨年12月の受け入れ要請の際にも多岐にわたる地元のニーズに応えるための方策をお示しできるようにしてまいりたいと西原大臣の方からも申し上げたところであります。まあ、復興庁とも連携をしながら、そしてまた地元からさまざまなニーズご意見を伺いながら検討をしていきたいと思っています。吉田君。まあ、もう一つですね、この公団で知事の要請書の中で、地域の文化遺産伝統の継承、それから墓地等への丁寧な対応、土地賃借などを含む住民の要望等に対してきめ細やかに対応していただきたいという話が来ておりますが、現時点での考え方を伺います。井上環境副大臣。中間貯蔵施設ですが、これ除染した土壌などを長期間にわたって安全に管理保管する施設であります。ですからそういったことを考えますと、これは土地の貸借ではなくて、必要な用地を適切な保障の下で国が買い取っていく、これが重要だと考えております。また墓地などへの対応については、地元自治体からご意見をお聞きしながら検討を進め、住民の方々の要望に対してなるべくきめ細やかに対応してまいりたいと考えています。吉田君。よろしくお願いします。まあ、この項目の最後にしますけれども、この中間貯蔵施設というのは30年後はまあ解体されて、まあ、そこは更地になると。
というふうに考えられます。それ以降ですね、この土地をどのように利活用するのか、ひょっとしたら自治体に譲渡ということもあるのか、まあ、そういう S 型もですね、双葉郡の将来構想を考える上で、欠かせないという思いふうに思います。現時点での政府の考え方をお尋ねします。井上環境副大臣。ご質問の点につきましてはですね、これは30年後で最終処分が完了して、まあ、さらにその後のことでありますから、まあ、長期的将来的に重要な課題だというふうに認識をしております。まあ、ですから現時点でお答えするというのは困難であるということはご理解をいただきたいと思います。まあ、今後関係省庁と連携を図りながら、また地元ともよく相談をしながら検討していきたいと思います。以上。吉田君。中間貯蔵施設の整備についていろいろお伺いをしてまいりましたが、稼働開始まであと10ヶ月という段階に来ました。その割にはですね、基本的な考え方が、まだまだ未整備という印象を受けました。地元でもですね、東電の賠償の指針が大体出揃いましたから、次はいよいよこの中間貯蔵の問題だとに取り組むんだという覚悟はですね、もう今できつつあるという段階でございます。まあ、ぜひ政府全体の知恵を結集して、かつ丁寧にですね、取り組んでいただけるようお願いを申し上げます。ついで、まあ、除染に関係して3つほどお伺いしたいと思います。まずいわゆる解体除染というものです。浪江町とか富岡町というところでいよいよこの除染が始まりましたけれども、もう事故から3年近く経ってですね、まあ、空き家にのまま3年こう経ってるわけですから、雨漏りがあるとか、動物が入ってくるとか、だいぶこう痛みが激しいと、もう二度と住むことができないというようなお宅が相当出てまいりました。住民からはですね、そういう場合はもうお家を解体して更地にした上で除染をしてもらった方がいいという根強い要望がございます。環境省としての今までの対応考え方を伺います。小林水大気環境局長。吉田先生からご指摘の通りでございまして、地元からは長期避難をされているうちに、家が荒れてしまったと、こういった家屋につきまして除染ではなくてむしろ解体をしてほしいと、こういう要望を承っているところでございます。でこれにつきましては先生からご指摘もありましたような東電の賠償の中で、建て替えの時に解体費を見ていくというような方向を一つ、示されている、そういった方向性が一つございます。それから2番目に罹災証明で半壊以上と半分以上壊れていると、こういう判定がされました家屋につきましては廃棄物処理事業の一環として環境省が、これは片付けをさせていただくと、こういうことも打ち出しております。で問題はそこに当てはまりません、半壊以上と判定が難しいものをどうするかと、こういう課題もあるというように心得ております。これにつきましては関係省庁をいくつかまたがりますので、復興庁を中心にいたしまして関係者で検討を行っているところでございまして、この中で環境省もしっかり役割を果たしていきたいと考えているところでございます。吉田君。ぜひそういう方向でよろしくお願いします。それから今度はため池除染です。昨年の11月これ福島県が発表したデータですが、県内に何千という農業用のため池がございますが、そのうち今1640箇所を検査しました。そしたらですね、この約3割で、この指定、廃棄物の基準である8000ベクレルを、この水はいいんですけども下の低質がですね、超えている、こういうデータが出てまいりました。こういうことを踏まえて地元ではため池のその低質も除染してもらえないかという要望が、従来から根強くございます。政府の対応方針を伺います。小林水大気環境局長。今の除染の方針は人への健康影響をできるだけ速やかに提言をするということでございますので、まずは宅地周辺、それから農地、森林については生活圏近隣のところを優先的にやらせていただくと、こういうことで進んでおります。一方でご指摘ありましたような水がかぶっている水域でございますが、これの特に低質の放射性物質、
これについてどうするかという課題がございます。で、ご指摘ありました通りで、水がかぶっている場合には、その遮蔽効果がございます。またその雨によりまして、また陸地から泥などに混じって流れ込んでくると、こういうことがございますので、陸地の除染をまずはやるというような方針ではございますが、やはり水域についても、しっかり見ていく必要があるということで、農水省でも調査をされておりますが、環境省でもかなり広範なモニタリング調査をこれは定期的に実施をし、データを発表しているところでございます。こういった状況把握はしっかりやってもらいたいと思います。その上でため池につきましては、農林水産省では、放射性物質 の拡散防止対策というような観点からの実証事業を行っております。これ情報両省でも共有しております。そこで今後農水省が営農再開というような観点から、また環境省は住民がケースによって被曝線量が、懸念されるところについては、それを提言するというような観点で、相互に連携して取り組みを進めていこうと、こういう話をしているところでございます。吉田君、これもよろしくお願いします。それからもう一つ、今度は再除染という問題です。例えば川内村、楢葉町、こういうところはもう大体除染が完了をしつつあります。やっては見たものの、長期目標1ミリシーベルトをなかなか下回らなかったという場所がいくつか あります。そこについてはもう一度除染をしてもらえんかという声もあります。環境省サイドにもこのフォローアップ除染という考え方があると聞いておりますが、その基準等をですねお伺いしたいと思います。小林水大気環境局長。今ご指摘ありました通りで、田村市については直轄の地域でございますが、すでに除染計画を終了しております。また年度内にもう山頂について、予定通り終わろうとしております。で、その後の対応がどうかということでございますが、除染につきましては線量に応じて、適切な手法で、これはもうその手法で下げられるところまできっちり下げるというような作業を実施しております。そういう意味で同じ手法をもう一回実施いたしましても、その効果は期待しがたいものでございます。で、また除染実施後に、除染の効果がきちんと維持されているのかどうか、また上がってくるというようなことがないかというような懸念ございますので、これについては特に除染のモデル実証事業を通じて早めに、除染が終わった地域について、その後の空間線量の推移、これをかなりきっちり見てきているところでございます。今後計画にのっとった除染が終わりますと、事後モニタリングということをやることにしておりまして、これは相当中密な調査を行います。で、これで仮に除染の効果が維持されずに空間線量に影響を与えるというところがございました場合には、モニタリングの結果ですとか現場の状況をよく分析をいたしまして、どういうやり方が合理的なのか、また実施可能性があるかというようなことを判断して、必要な除染のフォローアップを行うという考えを持っております。で、現在先ほど申しましたように除染作業終了しました田村市、これがトップランナーでいらっしゃるわけでありまして、ここの事後モニタリングは実施をもういたしました。この情報については市民の方にも提供しておりますし、いろんな知見を集積しておりますので、これを踏まえて今後具体的なものにしていきたいと考えているところでございます。吉田君。はい、ありがとうございました。除染についてはですね、今3つほど課題というものを取り上げましたけど、全体として、当初予定よりか大変遅れて、しまって、自治体の復興計画に大きな影響が出ているという問題もございます。一層のご奮闘を改めてお願いしたいと思います。次いで、今度は大きな項目の2つ目ですけど、原子力規制委員会に関連してお伺いしたいと思います。第一原発で汚染水、そして廃炉問題が大変、この守備の急を緊急の課題になっておりますが、政府はですね、この政府の関与をさらに強めようという方向で、例えば原子力損害賠償支援機構の拡充を今検討しているというふうに聞きます。50人ほどの専門家を新しく入れてですね、賠償以外じゃなくてその廃炉部門というのも作る方向だというふうに聞いております。そこで改めてですね、この役割分担というのを確認したいと思います。汚染水対策とか廃炉とか大変大きな仕事でございますが、そのここにおいて東京電力、そして、経産省、
さらにはこの新しくなる現場廃炉機構、さらにはこの JNS を吸収して今度は強化されました、大きくなりました原子力規制委員会、こういういろいろな機関の役割をですね、改めて、お聞きしたいと思います。例えば、これは、聞いたところによると、これ、スポーツに例えるとですね、東京電力は選手だと、経産省は監督だと、現場機構はコーチだと、そして、規制委員会は審判なんだと、そういう例え話を聞いたことがありますが、その例えがですね、設置法に照らし合わせてふさわしいのかどうかも含めてお伺いしたいと思います。原子力規制庁山本審議官。はい、委員ご指摘通りに、まず東京電力福島第一原子力発電所のこの汚染水問題、あるいは廃炉問題につきましては、これは政府がまず総力を挙げて取り組むべき問題であるというふうに認識でございます。で、原子力規制委員会におきましても、こういう政府の取り組みの一環としての、関係の閣僚会議、あるいは現地の調整会議などに規制局当局として参画をしておりまして、技術的なあるいは専門的な助言をしているところでございます。それからもちろん規制委員会は原子炉等規制法という法律に基づきます安全規制を実施する立場でございますので、東京電力に対してはそういうような規制を行っているところでございます。具体的には廃炉あるいは汚染水対策に向けました具体的な計画を東京電力が作成したものに対して、それを審査し認可し、あるいはその認可された計画がきちっと行われるかどうか、これをきちっと確認していくと、こういう大きな役割を担っているものでございます。それでご指摘 の, 審判といいますか、アンパイアというのが規制委員会の役ではないかというのが一つの例として挙げられているところでございますけれども、事業者によります取り組みが規制のルール通りに行われているかどうか、これをしっかり確認して必要に応じてして行うという役割を私ども規制委員会が有しておりますので、そういう観点から見ますと、審判アンパイアにも例えられることもできるのではないかというふうに考えているところでございます。柏谷廃炉汚染水特別官。いろいろな主体のですね、役割分担についてのご質問でございます。まず東京電力はですね、これは福島第一原子力発電所の原子炉の設置者でございまして、現場に精通をしてこれまでもさまざまな作業に取り組んできております。そういう意味で、実施主体ということでございます。それから経済産業省でございますけれども、これは経済産業省のみでならずですね、関係省庁一丸となって、国として、基本的な方針アクションプランを作成を、するということでありますとか、それから潜在的なリスクを洗い出して予防的重層的な対策の検討取りまとめをしたり、事業者による対策の進捗管理を行いましたり、また技術的難易度が高いものについて、国が前面に出て、やる必要があるものについて、財政措置により研究開発等を行うなど、さまざまな取り組みを行ってきております。特にとりわけ経済産業省は、東京電力 の, 事業所管官庁でございまして、その意味では指導監督を、しっかりと進めていくべき立場にございます。それから規制庁については、規制委員会については、先ほど山本審議官からお話があったとおり、ルールに照らして、安全性をチェックをいただいているということであります。それから先ほどご質問の中にもありましたように、廃炉汚染水対策、特に廃炉は30年以上にわたる、大事業でございます。この福島第一原子力発電所の廃炉汚染水対策について、国が前面に立ってより着実に廃炉汚染水対策を進められるように支援体制を強化したいというふうに考えておりまして、その意味で原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律案を今国会に提出すべくする予定としておるところでございます。ご質問の役割分担ということについて、でありますが、経済産業省は事業所管官庁として、指導監督を行うと、東京電力は炉の設置者であり、実施主体としての責任を果たしていく、それから規制庁はルールに照らして、規制をする、そういったような役割でございまして、そういったことを踏まえて、プレイヤー、審判、アンパイア、コーチという、監督ですか、というようなことをお指摘ということであれば、そういうこと、そういう考え方ができるということではないかというふうに考えております。吉田君。
まあ、いずれにしましても非常にこの多数の機関がですねこの関与するわけですので、この縦割りの、まあ、隙間をですね、作らないようにそれぞれまあ積極的な姿勢で取り組んでいただきたいというふうに思います。質問をちょっと一つ飛ばしまして、次に地球温暖化さらには PM2.5 という問題に関連してお伺いしたいと思います。まあ、温暖化対策の当面の課題というのは大臣所信にもありますけれども、この今設定したマイナス 3.8% という数値をですね、エネルギー計画に沿って、このエネルギー基本計画の見直しに沿って、まあ、どう修正していくのかということだと思いますが、まあ、いずれにしてもですね、この地球温暖化という問題は100年後に地球の温度が何度上がるかという問題だというふうに私は思っております。そしてそのためにですね、ここに毎年1兆円のスケールの予算がですね、ここ10年にわたってつぎ込まれてきたということでございます。一方でこの大臣所信にもありますけれども、 PM2.5 というこの大気汚染の問題が、まあ、去年からですね、大変この国民的な不安を引き起こしているというふうに思います。去年の10月でしたけれども、 WHO 世界保健機構の発表によると、この PM2.5 による発がんリスクというのは、5段階の危険度のうちの最高レベルだと。例えば2010年に世界で約22万人の方が汚れた空気が原因で肺がんで死亡したと WHO は推定していると、まあ、こういう発表があったわけでございます。一方でこの NASA が衛星写真で PM2.5 のこの汚染状況を写真を撮ったのを見ましたけれども、アフリカ、アラビア半島、インド、中国、この辺が特に濃度が高いと。西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、この辺がその次ぐらいに高い。そしてアメリカ東部、日本がその次の中程度と、まあ、こういう写真がですね、で発表されておりますけど、いずれにしろ世界規模でこれ PM2.5 汚染が広がっているということは、まあ、間違いございません。私などはですね、この先ほどの炭酸ガスの問題と比べて、この PM2.5 という問題は、まあ、人類にとっての緊急性という意味ではこちらの方が高いんじゃないかというふうにも、まあ、思えるほどでございますが、この PM2.5 対策の予算の現状をお伺いします。小林水大気環境局長。この PM2.5 の問題、地球環境問題とも並びまして、まあ、国民の健康、また安全安心を守るという観点で重要な課題だというふうに考えているところでございます。WHO の指摘なども、これはまあ全世界を見ての指摘でございますが、注目して我々も、フォローをして、おりまして、環境基準の中でもこういった観点も含めて、設定をしておりますので、引き続きそこはしっかりやってもらいたいと思います。でご指摘 の予算の点でございますが、PM2.5 の対策につきましては、その重要性に鑑みまして、昨年12月に総合的な取り組み政策パッケージを取りまとめ発表させていただいたところであります。でこのパッケージの中では、PM2.5 の予報ができるようなことを目指した、まあ、シミュレーションモデルの構築改善、それから PM2.5 に関する発生源情報の整備、また生成メカニズム、大変複雑なものがございますが、この解明を行うこと、それからベースになる大気環境モニタリングの充実などをやるということで、平成26年度の予算としても約6億円のお願いをしているところでございます。それからご指摘ありましたように、まあアジア、あるいはまあ各国横断的な課題でもございます。特に中国に対しては、まあお互いの地方自治体、地方政府が産業界の知見やノウハウなども生かしながら連携をしていく、まあそういう形で中国の主要都市における能力構築ですとか人材育成に貢献していくと、まあ、こういうような都市間連携というような事業を提案しておりまして、約 1.3 億円を要求しております。また広くアジア諸国を対象とした取り組みといたしまして、国連環境計画を通じて科学的知見の充実、都市レベルでの
政策立案支援などを図るということで約 1.5 億円を要求しているところでございます。まあ、こういったものを使いまして我が国の対策、またアジア地域全体でのまあきれいな空気が共有できるということをやってまいりたいと思っております。吉田君。まあ炭酸ガス対策で約1兆円と言われてますけれども、この PM2.5 対策はまあ6億円という数字を今出されました。まあ2000分の1ぐらいの規模ですが、まあ、本当にこれでいいのかなというような感じを私は持っております。今日はその問題提起ということで、お話しさせていただきました。それからもう最後になると思いますが、この一般廃棄物処理について、一問お伺いします。この廃棄物処理施設の整備予算の推移を見るとですね、ここ数年はずっと300億から400億円ぐらいで推移してきたんですが、25年度はですね、まあ、補正予算が入りまして、900億台に膨れ上がりました。おそらくですね、そろそろこのダイオキシン対策で、作られた処理施設が更新時期を迎えつつあると、そういう地方からの要望に応えようということだと思います。この、施設を更新するときの政府のいわゆる交付金の交付率というのは最低3分の1から2分の1でございます。残りは地元負担ということですので、非常にこの焼却炉というのは、まあ、値段が高い設備なもんですから、財政負担が大変大きいということになってまいります。そこで、この民間のセメント焼成炉というのをもっと利用したらどうだという考え方がございます。この一般廃棄物をセメントを焼成するときの燃料にする、さらにはその灰をですね、原料にすると、そうすると、まあ、リサイクル率も上がる、それから最終処分場も少なくて済む、さらには、まあ、化石燃料のこの消費もですね、減らせると、まあ、こういったメリットがあるというわけですね。まあ、実際埼玉県の日高市というところで、近くのセメント会社と連携してそういうことをやっていると。また今回の大震災で、にあたってですね、岩手県の大船渡の太平洋セメントの方で震災瓦礫を受け入れて、そういうような処理を、まあ、しているという実情もございます。この、 そのセメント焼成に利用するという方法をですね、もっと拡大できないかなと思うんですが、検討状況はいかがでしょうか。柏原廃棄物リサイクル対策部長。今先生おっしゃられたようにですね、国内17社セメント工場があるんでございますが、大体6000万トンほどの生産高でございます。それでそのうち廃棄物、これは広く捉えますと、高炉スラグあるいは石炭灰汚泥等を受けていまして、約2900万トンのこういった廃棄物を受けていただいております。従いまして約半数近くがこういった原燃料として使っていただいているところでございます。廃棄物の処理リサイクルに大きな貢献をしていただいております。また委員ご指摘の東日本大震災、ここにおきましても、災害廃棄物約100万トン程度の可燃物あるいは不燃混合物をセメント工場で受け入れていただいているところでございます。ゴミ、市町村のゴミでございますけれども、市町村のゴミではですね、これは数で、市町村の数で恐縮でございますけれども、約1割の市町村の焼却灰を受け入れていただいておりまして、負担軽減に大きく寄与していただいているところでございます。環境省といたしましては、このようなセメント工場での利用も大きく進んでおるわけでございますけれども、適正なリサイクルにさらに貢献していただければと思っておりまして、セメント工場のにぜひとも協力してまいりたいというふうに考えております。今申しましたように、かなりの量を受けていただいているので、なかなかこれ以上というのも難しいところもあるんでございますが、なんとか協力をしてですね、今後とも引き続き進めていただけるようお願いしてまいりたいと思っております。吉田君。この焼却炉の更新という問題もですね、
まもなくといいますか緊急性のある問題だと思います。いろいろ知恵を出し合いたいというふうに思います。それでは時間ですので私のは終わります。ありがとうございました。次に川野雅美君。日本維新の会の川野雅美でございます。第186回国会での環境委員会、初めての質問ということで、冒頭ということで質問に立たせていただきます。まず最初に、昨今の大雪によりまして尊い命を失われた方々、あるいは被害に遭われた方々に心よりお見舞いを申し上げたいと思います。また一日も早く復旧復興がなされますように、政府におかれましても十分な支援体制を取っていただきたいとお願いしたいと思います。復旧復興と申しますと、東日本大震災から、間もなく3年が経過いたします。しかし、先ほどからお話もありましたように、現在まだ放射能等の被害によって進行形の被害、避難をされていたり辛い思いをされている方、現在進行形の被害と言ってもいいんじゃないかなと思っております。こういった方々も少なくない中で、しっかりと原発問題等についても触れてまいりたいと思います。初めて、今国会初めてということで、雑迫な多少いろいろな思いもありまして、質問になるかと思いますけれども、よろしくお願い申し上げます。昨日の日経ニュースにもあったように思いますけれども、現在我が国原発が停止しているということで、貿易赤字が非常に大きくなっていっていると、日本の、富が流出していっているということが、危惧されております。原発停止によりまして、化石燃料などの購入が非常に大きくなっているということで、早く原発を再稼働すべきではないかといった意見もあると思いますけれども、実際この購入にどれぐらいの額がかかっているのか、年間 3.1 兆円とも 3.6 兆円とも言われておりますが、政府として公式な見解をお尋ねいたしたいと思います。よろしくお願いいたします。経済産業省後藤大臣官房審議官。お答え申し上げます。今先生おっしゃりました原発停止による燃料費の増加でございますけれども、現在、2013年度の推計で、ございますけれども、 3.6 兆円の、燃料費が余計に今かかっているという状況になってございます。川野雅美君。はい。与党の議員さんの中にもですね、ホームページ等でこの点に疑問を呈されている方がいらっしゃるのかなというふうに思っております。試算の根拠がですね、そもそも 3.11 以前の原発54基が稼働していた、フル稼働していた場合の積算であって、実際の炊き増し分は 1.5 兆とかもっと少ない額ではないのかという説もありますが、この点につきましてはいかがでございますでしょうか。後藤大臣官房審議官。はい、お答え申し上げます。私どもの試算におきましては、原子力発電所が停止したことに伴う、火力発電による代替による燃料費の増加というものを計算してございます。そういう意味では、まず原子力発電というのは従来ベースロードの、電源としまして、その需要の増減に関わらず常に一定、規模動かし出したらですね、フル稼働でずっと動いていくという状況になってございます。ございましたので、仮に停止をしていなければ震災後の電力需要が減少した場合でも、その原子力の需要を減らすというわけではなくて、原子力は一定規模ずっと動かし続けるという前提であったというふうに思ってございます。で、そういう意味で震災の前後でですね、火力発電の発電量の増分から燃料費の増加分を試算しますとですね、電力需要の減少というものを考慮する必要性はないというふうに考えてございまして、そういう意味では一定程度その火力が止まった減少が止まった分をすべて同じ発電量を原子力で賄うという計算をさせていただいております。今先生お話がありましたですね、別の試算ではその
原子力の減少、あの火力の減少分、あ、全体の需要の減少分はですね、もうその分は原子力発電のなんてでしょうか、止まったことの影響の差し引いた形になっていまして、非常に過小評価しているのではないかと思います。つまり原子力はベースとして常にずっと使うので、需要の増減にもかかわらず常に動かすということで考えるとですね、私どもの試算の方が妥当性が高いのではないかというふうに考えてございます。川野君。はい、ありがとうございました。では政府としてはそういったふうに、非常に、化石燃料等購入に大きなお金がかかっているというふうに、認識されているということを理解いたしました。私も実は震災以降の省エネ努力とかいろいろなことを考えればですね、3.1 兆とか 3.6 兆円というのは極めて大きい数字、課題なのではないかなというふうに思っておりますけれども、一方で我が国の経済的活力ということを考えますすれば、安全で安心、さらに安価で安定したエネルギーの供給確保をしておくということは必須だと思っておりますので、この点は引き続き今後とも検証をしていきたいなと考えております。また後ほど言及したいと思っておりますけれども、原子力を人類が自由に使いこなすということは非常に、私医師でございますけれども、難しいんじゃないかなと考えております。相当な無理があるのではないかなと。100% の安全というのはありませんので、もし何か起きたときに、人間が被害に遭ったときにですね、コントロール、治療をしていくということは難しいのじゃないかなというふうに考えております。我が党の、公約といたしまして、2030年代に、原発をフェードアウトしたいというふうに掲げております。この公約の達成に、目標を達成していくにはですね、今の時期から相当な覚悟を持って再生可能エネルギーなどへの転換を希求していかなければならないと思っておりますので、今後ともこの点はしっかりと、お尋ねしていきたいと思っております。次に、福島県における中間貯蔵施設の取り組みについてお尋ねいたしたいと思いますが、先ほどの吉田委員の質問とかなり重複しておるところがございますので、大変申し訳ございませんが、改めてお答えいただければと思います。まずはじめに大臣、副大臣、実際に候補自治体である福島県の大熊町、双葉町、楢葉町に赴かれたということでございますが、これについてのご感想を伺いたいと思います。石原環境大臣。吉田、同僚の吉田委員にもお答えさせていただきましたけれども、除染を行うことによりまして土壌が発生したり瓦礫が出てきたりいたします。これを今仮置き場という形で保存をしていただいているんでございますけれども、ともかく自分の目の見えるところから誘導してくれと、そういう福島県内の住民の方々の切実なる声を聞かせていただいていることもあり、一刻も早くこれを解消する必要があると考えております。その一方で、お願いをさせていただいている双葉郡、原発事故による大きな被害を受けた地域でございます。その中で、大熊、双葉、楢葉、知事の方から楢葉からそれ以外の2つの町に集約せよというお話も伺っておりますけれども、この中間貯蔵施設を受け入れていただきたいと、お願いしたとき率直に申しまして、心苦しいという思いを私思ったことは今も大変、はっきりと覚えているところでございます。しかしさはさりなん、多くの福島の方々が目の前にあるこの仮置き場から、除染の後出てきた土砂等々をですね、一日も早く除去していただきたい、こういう声も大変近い大きいわけでございますので、ご地元のご理解というものを一日も早くいただいた後に、整備に全力を尽くしたいというのが現在の心境でございます。井上環境副大臣。はい、今、大臣の方からですね、決意を述べられましたので、私の方からは、現状についてちょっと申し上げたいと思っております。ご承知のように昨年12月に石原環境大臣と根本復興大臣が、福島に対しまして中間貯蔵施設の設置案の計画案を提示をいたしました。でその後2月12日に知事から計画案の見直しについて申し入れがございました。今回の知事からの申し入れにつきましては県と関係庁の総意と理解しておりますので、なるべくこれを尊重したいというふうに考えております。
ただまあ他方で具体的な回答につきましては今まさに検討中でありまして、まだ申し上げられる段階にはございません。実は今日もですね、私国会のお許しをいただきまして午後から福島の方に参る予定であります。地元の意向をよく確認をしながらできる限り速やかに地元の方に回答を示しできるように取り組んでいきたいと考えております。川野君。はい、ありがとうございました。またこれも吉田委員と多少重複いたしますが、候補地を、大熊、双葉、奈良三町から、福島県の佐藤雄平知事による提案も受け止めて、提案ということで2町、まあ、奈良は、まあ、早期帰還が期待されるということでそれを除外してほしいということだと思いますが、この提案の受け止めについて改めてお尋ねいたしたいと思います。佐藤知事によれば2町にした上で先ほど来お話がありましたように計画面積も増やさないでほしいと、原用化技術を進めてほしい、極力搬入見込み量を減らしてほしいと、あるいは30年以内に県外最終処分地について法制化をしてほしいという要望が合っていると思います。法制化については昨年12月14日の会合において石原大臣も、中間貯蔵施設を受け入れていただける環境が整えばと述べた後に一呼吸を置いて法制化を図ると語ったというふうに、まあ、朝日新聞ですけれども報道されております。まあ、その一呼吸を置いたところが先ほど大臣おっしゃったように心苦しかった点だったのかなと思いますけれども、まあ、この点のお考えを改めてお聞かせいただければと思います。石原環境大臣。この点につきましても先ほどご答弁させていただきましたが、あくまでもやはり地元の方々がご理解をいただいて中間貯蔵施設を引き受けていただけるというような形になってこそこの最終処分場を30年後に作るという法律を出させていただくというのが物事の順序だと思います。もうその法律を出すということはそこに作るということを理解もなくですね、住民に説明することなく議会の皆さん方に説明することなく政府はやるんだというのではやはり本末転倒ではないか、一つ一つ一歩一歩着実に進めていかなければこの問題の解決はないのではないかと考えております。川野君。はい、どうもありがとうございました。非常に厳しい問題だと認識しております。また来年度予算では中間貯蔵地買収に関する関連予算として1000億円が計上されていると思います。今年度予算146億円から比べると約7倍という規模を計上されているわけでございます。まあ、東電任せではなく国有化して事業を進めていこうという強い意気込みだと感じはいたしますが、最終処分場になるのではないかという懸念が払拭できておらず、地元の理解がなければ、まあ、この予算の執行も難しいのかなというふうに、危惧される声もあると思います。現時点での見通しはいかがと考えられているかお尋ねしたいと思います。小林水大輝環境局長。今中間貯蔵施設についての予算につきましてご質問がございました。今石原大臣、井上副大臣からご答弁ありましたように、まあ、とにかく地元のご理解を得て、進めるということが肝要だということで事務方もそういうつもりでやっているところでございます。まあ、そういう中で、中間貯蔵施設の設置自体は福島県全体の除染の推進また復興に向けて、まあ、必要不可欠ということで大変急がれる課題でございます。まあ、そういう意味で用地の取得あるいは施設整備にかかる経費として、まあ、必要な予算はまあぜひ計上させていただきたいということでやっているところでございます。知事の申し出に対する回答については最前のご質問でもありましたように今へ検討しておりますのでこれを、進めながらしっかり進めていきたいと考えているところでございます。川野君。はい、ありがとうございます。今冒頭にお話ししましたようにやはりまだ被害で苦しんでいらっしゃる方については現在進行形の災害でございますのでしっかりと前向きに進んでいただきたいなと考えております。次に汚染水の対応についてお尋ねいたしたいと思います。昨年より地下水から高いレベルの汚染水の検出が続いているというように思いますけれども現状認識を教えていただけますでしょうか。原子力規制庁山本審議官。はい、地下水の汚染水によります汚染問題につきましては、特に原子炉建屋あるいはタービン建屋の東側にあります護岸付近で、こういった高濃度の汚染水が検出されているところでございます。
これは事故直後の平成23年の4月頃に、高濃度汚染水を海に放出してしまったという、あるいは漏洩があったという事象がございましたので、まあ、そういった高濃度汚染水が護岸付近の地下に滞留しておりまして、まあ、これが原因ではないかというふうに考えているところでございます。でまずはこれの漏洩拡大を防止をするために、まあ、東京電力でおきましては水ガラスなどによる抑制対策を実施するとともにですね、特にそのタービン建屋から海側に向きましては大きなトレンチというコンクリート構造物のトンネルが走っておりまして、ここに高濃度の汚染水が溜まってございますので、まずこの汚染水の濃度を下げ、かつこの中の汚染水の水抜きをいたしまして、そこを埋め戻すなど汚染源の除去を進めていくと、こういう対策をこれからしていくところでございます。規制委員会としましては、こういった宅災につきまして安全上の観点からこれが適切に実施され、安全の確保上問題がないかどうか、これをしっかり確認しているところでございますので、まあ、引き続きこの問題に対しては重要な問題として取り組んでいきたいと思っているところでございます。川野君。はい、汚染水に対応する組織というのがですね、ちょっと原稿を見ないとわからないぐらいですけれども、原子力災害対策本部、これは総理が本部長を務めておられます。その下に廃炉汚染水対策関係閣僚等会議というのがあって、さらに、その下というかですね、経済産業大臣を長とする廃炉汚染水対策チーム、あるいは有識者を委員長とした汚染水処理対策チーム、そして、経済産業副大臣が議長されている廃炉汚染水対策現地調整会議というふうに複数、存在しております。こういった、まあ、各対応チームが、どのように役割分担しているのか非常に分かりにくいというふうに思っております。まあ、組織が乱立することによって、まあ、会議は踊るではありませんけれども、そういったふうにきちんと仕切りが取れているのか、整合性取れてやっていけるのか、スピーディーにやっていけるのかという懸念がございますが、この点について、教えていただけますでしょうか。経済産業省後藤大臣官房審議官。お答え申し上げます。今先生おっしゃいましたように、まあ、いろいろな組織があるのは事実でありますけれども、私どもといたしましてはですね、経済産業省だけではなくて、内閣府に今先生お話がありました汚染水、廃炉汚染水対策チームというのが今全体の、まあ、推進力になっていくようにやっていきたいと思っておりまして、今お話がありましたように、茂木経済産業大臣が内閣府特命担当大臣として、それを統括をすると、そこに各省の副大臣、それから規制当局にも入っていただきまして、関係省庁の協力を得ながらやっていくというのが今の大きな枠組みであるというふうに考えてございます。でこの枠組みの中で、規制当局は規制当局として、福島第一原子力発電所を特定、原子力施設として、規制の運用実施を行っていただいておりますし、また実施主体としての東京電力というのも、しっかりと経済産業省の方が、まあ指示しながら、やっていくというような体制になっていくというふうに考えているところでございます。川野君。はい、今月になって、昨年検出された汚染水の濃度を低く評価していた、あるいは公表していなかったということが報道されております。放射性ストロンチウムが1リッターあたり500万ベクレル検出されていたということで、まあ、国の放出基準のなんと16万倍以上であると。地下水の過去最高値1リットルあたり5100ベクレルの約1000倍ということだそうです。東京電力は約半年の間ストロンチウム単独の濃度は測定結果が誤っている可能性があるということで公表していなかったというふうに報道されております。最近は高濃度の場合は薄めて分析する方法に改めたということにもなっておりますけれども、東京電力の対応能力に改めて、まあ、疑問を禁じ得ないところでもございます。規制委員会として評価受け止め、今後の方針についてお尋ねいたしたいと思います。原子力規制庁山本審議官。はい、ご指摘のとおり、東京電力におきましては、まあ、放射性物質の、汚染水の濃度を今測定をしているところでございますけれども、ご指摘のようにそのある新しい装置を導入して測定したところ、ストロンチウムというベータ線を出す一つの核種の値が、それ以外のすべてのベータ核種を出す全ベータと呼んでおりますが、この値も大きいということで、なかなか理論的に整合性が取れないということで、この公表をしばらくしてなかったという問題でございます。
この点につきましては私ども規制委員会でも先ほど申し上げました汚染水対策に関連いたしまして専門家のワーキングを設置しておりますが、そこの場で私ども規制委員会の委員の方から説明のつかないデータが取れてないことを理由に公表していないというのはこれはおかしいんではないかという指摘をいたしまして、このワーキングにおきまして今先生のご指摘がありました、なぜこういう値が出ているのかという技術的な問題と、それからこういうおかしいデータが仮に出たとしてもその理由を伏してきちっと公表していくべきであると、まあ、こういう観点からの議論検討をしていきたいと思ってございます。まあ、いずれにしましてもこのデータの信頼性というのは極めて大事な点でございますので、これが適切に行われるよう、まあ、技術的な問題を解決するというのは当然でございますが、得られたデータは直ちに公表し、その持つ意味、裏付け、まあ、そういったものをきちっと公表するように、まあ、東京電力に対しても指導していきたいというふうに考えております。川名君。はい、先ほどのチームについてもしっかりと、まあ、指示して、きちんとやっていただけるということですので、まあ、こういったふうにですね、東電に対してこういう、まあ、データを隠すとかいうことがないようにしっかりと監督していただきたいなと思います。ちょっと先ほども触れられたかと思うんですが、確認として高いレベルでの汚染水の検出、これは何を原因とするものと考えになっているでしょうか。まあ、メルトダウンにより発生した燃料の残骸が地下に漏出しているのではないかといった声もあるようですけれども、これをどのように評価しているのか、まあ、きちんとこの辺を正していかないと、まあ、総理が主張されている、まあ、コントロールしているという発言に危惧せざるを得なくなってまいりますので、この点ちょっとお聞かせいただけますでしょうか。経済産業省後藤大臣官房審議官。はい、お答え申し上げます。今さまざまなところで高レベルの汚染水が出ているということにつきまして、まあ、私どもとしてもですね、どのように考えているかというご趣旨だと思いますが、まあ、最大の要因の一つにはですね、やはり事故の時に、建屋が爆発してその残骸が落ちてきた落下物というものが散らばっているということと、それから先ほど規制庁の方からもお話がありましたが、海側の分岐トレンチの中に溜まっている高濃度の汚染水というものの漏洩、それからその他タンクからの漏洩というものが主因だというふうに考えてございます。ただそれ以外の原因も全く排除するわけではございませんので、それらの原因についても可能性を検討しつつですね、対策も適切なものになるようにしっかりやっていきたいというふうに思います。河野君。はい、時間もあまりありませんので次に行きたいと思います。先ほどお話ししましたように、私再生可能エネルギーを、まあ、貪欲なまでに追求していかなければ原発依存からは脱却できないというふうに考えております。昨年当委員会の視察で、デンマークに行かせていただきました。北川副大臣もご一緒させていただきました。その中の一つに風力発電というのがございまして、まあ、風の良いというのがあって、かなりデンマーク一生懸命風力発電とかをされておりました。まあ、風力発電ということであると風の良い地域に設置しなければならないということで、この点で送電網の整備などが課題となってくると思います。また蓄電ということが非常に難しい問題であるということも伺ってまいりました。先週実は我が党の有志で九州大学の次世代燃料電池産学連携センターというところを視察してまいりました。そこでエネルギーの源であり、貯めることもできる水素の可能性について、非常にこれ、風力発電あるいは太陽光発電を水素という形で、貯蔵していって順次使っていくというふうにしたらいいのかなということを思って帰ってきた次第です。たまたまそこで別の情報で耳にしたのが、実際にデンマークのロラン島というところでは国を挙げてこういったことを水素を利用して、検討していこうということで試みられているということでございます。で、福岡においても九州大学で力を入れてこれ水素を研究しているわけですけれども、来年度予算で我が国の取り組み、こういったのを支援していくということについてはいかがでしょうか。経済産業省安永大臣官房審議官。お答え申し上げます。先生ご指摘のとおり、
再生可能エネルギーでございます風力発電および太陽光発電、こういったものは日照ですとか風況といった天候によって出力に変動が生じます。この変動をですね、吸収をした形で利用者の方々に供給をするということによってさらなる普及拡大が見込めると考えております。実際デンマークにおきましてもですね、ご指摘のとおり風力発電太陽光発電、これはまあ電気になるわけですが、電力として、送電網で供給するのみならず、水素の形で貯蔵をし、なおかつ運搬をし、例えば太陽光や風力が使えないときにはそれを燃料電池に供給して電力に変えると、こういったことをやっております。私どもですね、こうした再生可能エネルギーの変動をですね、例えば蓄電池によって吸収をするというような試みもこれ実施をされておりますし、蓄電池の研究開発にも力を入れておりますが、やはり電気エネルギーをその他の貯蔵運搬が容易なエネルギーの形に転換をして利用するということが極めて有効と考えております。このため当省では本年度から再生可能エネルギーによる電力を水素ですとか別の有機系の液体に変換をいたしまして、これは貯蔵運搬が容易でございますので、こういうものに変換した上で貯蔵を輸送するシステムを構築するための研究開発を実施しております。具体的には再生可能エネルギーを用いて水を電気分解をする、これを高効率に進めて低コストで水素を製造する技術、それから気体である水素を液化したり、あるいは別の例えば有機ハイドライドと私ども呼んでおりますが別の液体に効率的に転換をし貯蔵する技術の開発、そしてその全体システムの構築のための研究活動に取り組んでおります。この我々エネルギーのキャリアと呼んでおりますが、この研究開発25年度に11億円26年度に16億円の、まあ26年度はもちろん政府予算案ベースでございますが予算案を作っております。またご指摘ありました9台にはですね、燃料電池のみならず水素インフラのための材料開発の拠点も当省がこれまでに設置をし研究開発を支援してきているところでございます。以上でございます。川野君。はい、原発依存から脱していくためにはもう本当にそういうふうにしっかりと、いろんな方面から検討していかなければならないと思ってますので、ぜひしっかり予算をつけて頑張っていただきたいと思います。残り時間もありませんので、最後に放射性廃棄物の最終処分についてお尋ねいたしたいと思います。我が国はすでにもう原子力の恩恵を受けているわけでございますが、一方でトイレのないマンションなどとも、揶揄されている状況にあります。まあ、国が積極的に関与するという方針が、示されておりますけれども、まあ、我が国非常に地震も多いですし豊富な水資源もあるということで、地下水も豊富で、今後放射性廃棄物核燃料廃棄物の処理非常に厳しい状況があるのかなと思っております。フィンランドのオンカロでは450メーター掘っていっているわけですが、我が国はもうそれ以前のちょっと掘っただけで湧き水が相当出てきてしまうということで、このようなところで果たしてして、まあ、今法律では地下に処分するということになっているわけですけれども、そういったのが可能なのかということで、懸念を持っております。まあ、こういった意味で立地可能な土地はどれぐらいあるのか、有望地の提示の際にはまた人口などの社会的な制約もあるかと思いますが、現時点での政府のご見解、最終処分場についてお尋ねしたいと思います。経済産業省後藤大臣官房審議官。はい、お答え申し上げます。まず我が国においてですね、最終処分が立地可能性があるのかというところからお答え申し上げたいと思いますが、まあ、我が国におきましても確かに先生お、お話のように、まあ、活断層があるとか、まあ、火山が多いと、それから地下水脈がたくさんあるということでありますけれども、そのような地質のデータやそれから地下深いところの、地質の環境の実地調査というものをずっとやっておりまして、まあ、20年以上の、研究調査の実績がございます。でそれらをまとめまして、2000年の10月にはですね、地層処分にとって安定な、地質環境が我が国には存在するということを原子力委員会によって確認がされているところで、ございます。
他方、地層処分自身の安全性につきましてまだまだ十分な信頼が得られていないというのもまた事実だと思いますので、昨年の10月から、経済産業省の総合資源エネルギー調査会のもとに、地層処分の技術ワーキングというものを作りまして、2000年からもその先10年の、最新の科学的知見をですね、踏まえた再評価をするということを今やってございます。で、昨年の末に開催しました最終処分関係閣僚会議におきましても、まずは国が科学的根拠に基づく有望値を示すという方向性を示しておりまして、現在その具体化の作業、それからそのワーキングの結論というものを取りまとめてですね、今年の春にはですね、さまざまな結果を取りまとめてまいりたいというふうに考えているところでございます。川野。はい、ありがとうございました。我が国は、ガラス固化体にして処理をした後に、地層に処分していくということが法律で決められているというわけでありますけれども、今お話ありましたように、地下水の問題とかですね、非常に厳しい状況があると思います。実はフィンランドを行かせていただいた後にも、昨年12月に青森県六ヶ所村、周辺のいろいろ施設を視察させていただきました。そういったことからですね、非常に我が国として今後急いで決めなければならないし、なおかつこういった地層処分というのがどうなのかなと、フィンランドでは直接処分ということで10万年後まで考えていくということで、我が国はもっと短い期間、ガラス固化体にしますので短い期間でいいと思うんですけれども、そういったことを一生懸命急いで考えていかなければならないと思います。非常に取り留めのない質問になりましたけれども、以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。次に百瀬智之君。百瀬君。長野県選出の百瀬智之です。本日はまずですね、通告していないんですが、大変由々しき問題が19日に発生したというニュースをお聞きいたしました。福島の原発におきまして、汚染水が約100トン流出したという事態でございます。通告しておりませんけれども、大変由々しき問題であり、取り上げるべき問題だと思っておりますので、どなたが担当者で結構でございます。現状と対応についてお答えいただけますでしょうか。入っちゃったね。では担当者の方いらっしゃらないということですので、このようなニュース把握されていますか。大臣。石原環境大臣。把握しております。今後の対応についてはどのようにお考えですか。石原環境大臣。厳正に対処する問題だと思っております。大変棒読みでございますけれども、真剣にですね、取り組んでいただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。さて、私の本題に入らさせていただきます。今回は皆様におなじみの動植物等をですね、例に用いながら、今回生物多様性について議論させていただければと思っております。大臣所信の中で、人と自然が共生する社会の実現を目指すという言葉がございます。そしてそのすぐ後ろにですね、鹿とイノシシの生息頭数を10年後までに半減させるという文言もございます。またこれはですね、法案の審議の時にしっかりやらさせていただければ幸いでございますけれども、一つ一つ取ってみると大変いいことだなと思っております。人と自然が共生する社会、素晴らしいことですし、また害獣の被害は今甚大でございますから、そういった駆除も必要になってくると思っておりますけれども、しかし一方でですね、鹿とイノシシを大量に処分してしまうことが、なぜ人と
自然が共生する社会の実現なのか、不可解に思われる面も、なきにしもあらずでございます。そこで私なりに考えました。このように考えることもできるのかなと思っております。若干振り返りますけれども、明治の時代にですね、鹿やイノシシは鍋にするとおいしいと思ったかは分かりませんけれども、鹿やイノシシの乱獲があったことは確かであります。そしてそれによって鹿やイノシシを捕食している狼の数が減ってしまった。狼は、その食べるものがなくなってしまったので、人が飼っている馬などを襲うようになってしまったので、それを害獣として政府は扱うようにもなったと。また文明開化にそぐわない野獣だということで、また狼が認定されまして、また駆除が強くなっていった。また狼の毛皮や骨肉、こういうものは価値が高かったので、換金目当てに乱獲されたこともあった。このような事態もあって、狼が絶滅して捕食者がいなくなり、狂犬病等の伝染病も含めてですね、狼が絶滅して鹿やイノシシがここまで増えるに至った、おおよそこのように理解しておりますけれども、つまりこの問題は、元をたどれば地球温暖化とかそういうことではなくてですね、人がイノシシや鹿を乱獲したし始めたことに端を発すると、それが回りに回って人に影響を及ぼすようになって、多額の税金を使ってこれを駆除しなければならないような事態にまで今来ている。要は簡単に安易に自然に手をかけると生態系や種の多様性からしっぺ返しを食らうことがある、このような教訓があったのかなと思っております。このような教訓を、元にすれば人や自然が共生する社会の実現ということにも説得力が出てくるのかと思っております。単に鹿やイノシシが、邪魔だからこれを減らそうと、で必要になったら増やそうと、これだけでは人にとって都合の良い社会の実現でありまして、全く人と自然が共生する社会ではないわけでございますが、この言葉に込めた思い、このようなものは大臣ありますでしょうか。環境省星野自然環境局長。先生、今ご指摘をされました、鹿やイノシシが現在このように増えた歴史的な背景についてでございます。確かに明治時代、それまで江戸時代までは領主ですとか将軍が狩りをしていたということがございましたけれども、明治に入って一般の方が狩猟をできるようになった。それによって、今の感覚で見れば乱獲といったような事態が発生したというのは事実でございます。これは鹿だけではございませんでして、鶴、それですとかトキ、羽毛が非常に貴重だという話、または食肉利用、さらにはアホウドリにつきましては、あれは大きな鳥でして助走に時間がかかるものですから直ちに飛び上がれない、したがって、鳥島などには数百万羽いたわけでございますけれども、そういうものを殺して羽毛として利用したという確かに時代がございました。ただその当時から狩猟を規制するという法律がございまして、それが、現在の鳥獣保護法の前身でございますけれども、数が少なくなってきているものについては狩猟を適切に管理する、そういったことを続け、さらには、狩猟をできる鳥獣、できない鳥獣を明確に区分して、さらには保護区の中にはしっかりと、保護する仕組みを作る、そういう歴史的な変遷を経て現在の鳥獣保護法がございます。そういったことがございます。さらにはもう一点付け加えさせていただきたいんですが、鹿につきましては昨年環境省として初めて、個体数の推計をいたしました。これ野生動物ですから山奥に入って大量に移動する、なかなか正確な数を把握するのは難しいんですけれども、漁業資源の世界で使っている統計学的手法を使いまして、かつ全国の捕獲のデータ、こういったものを駆使してコンピューターで相当な回数計算をして、
およその推定をいたしました。これはあくまでも誤差の範囲がございますので中央値ということでございますけれども、本州四国九州261万頭鹿がいると。で今後10年間現在の捕獲を続けるとそれが500万頭になるという推定がございました。まあ、鹿の場合は 20% の増加率がございますので、いろんな事情ございます。先生狼ということをおっしゃったんですが、もともと 20% の繁殖率があるもの、それに対して餌の環境が良くなったり冬場の雪が少なくなったこと等によりまして、致死率が少なくなる、そんなことも含めまして、現在の状況に至っているということでございます。百瀬君、この問題はまた後日やらせていただければと思っております。また続けてですね、所信表明の中に国内の希少野生動物種の指定拡大や外来生物の防除ということが謳われているわけでございますけれども、まずはじめにですね、この外来生物どのようなイメージをお持ちであるか大臣お伺いできますでしょうか。星野自然環境局長。環境省では外来生物法を昨年改正をしていただきましたけれども、外来生物法という法律がございまして、外来生物法すべて外来の生物すべてが悪いんだということではなくて、外から日本に持ち込まれた外来生物のうち日本の生態系ですとか日本の在来の生物に対して、著しい悪影響を及ぼす侵略的な外来種ということで、規制の対象にしているということでございます。百瀬君、はい、そのような答弁をいただけてよかったです。私もこの外来生物というのは特定外来生物とかですね、侵略的なという言葉がついていればなおよかったのかなと思ってますが、その通りということでよろしいですね。はい、まあ、確認になりますけれども外来生物すべてが悪いということではなくてですね、日本の中にも順応している適応しているそういう外来生物も多数いるわけでございます。一例としてオオフサモを食べるゾウムシというのがいます。今オオフサモ、まあ、藻ですけれども、これは環境省によって特定外来生物にされている。また日本生態学会によって日本の侵略的外来種ワースト100にも選定されている。このようなオオフサモでありますけれども、今特定の2種類のゾウムシは主にこのオオフサモを食べていて、で他の在来種からはこのゾウムシを発見することができなかったと、まあ、すなわちこのゾウムシにとってはもはやこの侵略種とされているオオフサモがとても大事で かけがえのない存在になっているということを認識してございます。まあ、何でもかんでも外来生物を駆除すればよいというものではないかと思っております。記憶しておりますのは10年ぐらい前ですかね、和歌山県で、台湾ザルというのが動物園から逃げ出しまして、でこれが大変なことだと言ってですね、駆除をしたようでありますけれども、これが単に交雑種だから遺伝が汚染されてこれは処分しなければいけないという発想であれば大変危険だと思っております。今日本では中国からトキも、持ってきてですね、トキも話しているわけでございますから、トキ中国産のトキはよくて台湾産の猿はいけないという道理はないと思うんですね。まあ、ちょっと若干脱線いたしましたけれども、環境行政におかれましてはですね、生態系に対する寛容性こういうものも持ってほしいと思っております。外来生物の防除、特に、駆除においては特に慎重にやっていただくことをお約束いただけないでしょうか。委員長、はい、星野自然環境局長。はい、外来生物につきましては現在侵略的な外来生物のリスト作りをしてございます。これは法律で規制する特定外来生物に指定しないものでもさまざまな外来生物が入っております。で外来生物すべてがダメということでは先生おっしゃる通りでございます。富士山には月見草がよく似合うと言われている大松よい草ですけれども、あれも元を正すと日本古来のものではないということもございまして、外来の生物で入ったもの、それについて現在の日本の生態系、日本の在来種にどのような影響を及ぼしているか、そこを科学的にしっかり見た上で侵略的外来種のリストというの作業を今してございます。それにはこういう種についてはこういう問題がある、ですから
それぞれ、事業者が使うような場合もございますので、配慮していただきたい。それを非常に分かりやすいものにして、今年策定する予定でございます。そのように外来生物一つ一つ日本の生態系、在来生物に対してどういう影響を及ぼしているのか、その辺をしっかり見極めて、法律の指定が必要なのか、さらには国民に広く呼びかけることが大事なのか、また野外に放すという行為が非常に問題でございます。そういう意味では外来生物を飼われている国民の皆様方に、そういった外来生物がどういう影響を及ぼすのかということをしっかりとご理解いただくことが大事だと思っております。そういう観点から侵略的外来種のリスト作りに取り組んでいるところでございます。百瀬君。駆除という関連でですね、次は散布剤の影響について一言申し上げたいと思っております。先週末もそうでしたが、大変な大雪が降りまして、多大な損害をもたらしました。これに対してはいち早い復旧を望むわけでございますけれども、それはそれとしてですね、今回私も大変雪深いところの出身でございまして、最近凍結防止剤、いわゆる塩カルなんて呼ばれてますけれども、塩カルをまく量がちょっと少なくなってきたなと思ってちょっと調べてみたんですね。そしたら塩カルもやはり環境に対する影響が、これは科学的にまだ証明はされてませんけれども、影響があるのではないかという指摘が何点かありました。今まで我々がですね、当たり前のように使っていたものが実は環境に大きな影響を及ぼしている、このような事例はいくつかあると思っております。一つには稲の害虫防除剤、これはトンボ、アキアカネを減少させていると言われておりますし、またネオニコチノイド系の農薬、これはミツバチを減少させているとも言われてございます。もう一つ例に取らせていただきたいのがですね、松枯れの対策なんですけれども、これは松のまだらカミキリ、これを一斉に駆除しなければ松枯れが進んでしまうということで、もう10年くらい前でしょうか、大変問題になりまして、で農林水産省に10年分の予算がついたということで、一斉に駆除が始まったわけであります。ところがある指揮者がですね、これは山梨県で空中散布するということになったので行って調べてみた。で、農薬が散布された直後に死んだ虫を何千匹と集めて確かめたところ、松のまだらカミキリはたったの数匹しかいなかったというわけでございます。松を守るという名目で行われた、この散布でございますけれども、実際は生態系の破壊につながってしまった、このような事例ではないかなと思っております。こういう話をするとですね、じゃあ稲は取れなくてもいいのかと、じゃあ松はすぐ枯れてもいいのか、そういう話になりがちでございますけれども、私は当然そうは思っていません。稲もたくさん取れた方がいいですし、松もあった方がいいと思いますけれども、しかし少なくともですね、そういう農薬を散布することによって自然にどのような影響が出るのか、ここは人間はしっかりと把握しなければ生態系に対して責任を取るということにつながっていかない、このように思っております。今環境の影響についてです、研究を進めておられると思いますけれども、その進み具合、あるいは国民に対する周知徹底を進めていただけるか、この辺について一言お願いします。星野自然環境局長。先生、いくつかの事例を出していただきましたけれども、マツクイムシの関係でございます。これは先生もご指摘されたように平成9年になります。平成9年の時点でマツクイムシの防除の特別措置法の期限切れがまいりました。その際に森林病害虫と防除法、これを改正してマツクイムシもその仕組みの中で対応するということがございました。その際、私ども林野省とも十分協議をいたしまして、自然環境保全または生活環境、住民の生活、そういった観点から重要なところは空中散布、特に空中散布はもう大量にこう広がるものですから、空中散布ができるところを限定をする。でさらに空中散布が可能なところであっても、自然環境への影響、住民の生活等も含めてですね、そういうことについてしっかりと、把握をして、
影響がないかを見極める。都道府県の中でも農水部局が独自にやるということではなくて、自然環境部局と十分調整をしてやる。でもし何か悪影響が分かった場合には、しっかりと対応をする。そういうことも含めてこの平成9年の法改正がなされて、今私が申し上げたようなことで、都道府県に対して通知も出されておりますし、環境省が管理している国立公園の特別保護地区等でもしある場合には、環境省の出先の地方環境事務所にも、事前に相談があると。その結果しっかりと調整をしていくということをやっているというのが一つございます。また、調査研究についても関係省自ら、さらには関係した機関で、それぞれ、進められているということでございます。百瀬君。私の地元はですね、若干高地にあるので、松枯れというのは今やってくるんですね。だからね、この今ある問題としてですね、しっかりやっていただければと思っております。国内の希少野生動植物種の保護に関して続けたいと思っております。まあ、今ですね、外来生物だとか、駆除の話とかしましたけれども、こういうデータがちょっと古いんですがあります。国際自然保護連合が2000年に発表した調査結果によりますと、種の絶滅原因の第1位は人間活動による生息地の破壊悪化で、これが哺乳類では 83% を占めて、2位の乱獲もしくは第3位の、外来種、こういったものを大きく上回っているということでございます。今乱獲とかですね、外来種について見てきたわけでありますけれども、基礎希少野生動植物の生息地、生育地、こういったものを守るためには、河川のコンクリートを三面張りにするとかですね、海岸を埋め立てるとか、むやみやたらな開発は行わないとか、こういったことが大事になってくるわけであります。日本の海岸線を見るとですね、テトラポッドで護岸したり、また高い堤防を作ったりして、人工的に改変されたところが極めて多いわけでございます。手元のデータによりますと、日本本土の海岸線の 41% は人工海岸、島嶼部のそれは 21% が人工海岸であるということでございます。人工ビーチは、見てくればいいんですけれども、生物多様性という観点からするとこれ大変なダメージであります。私も、昔から海が好きでよく行っていたものでありますけれども、まさかこれが人工海岸だったのかというところがあるかと思うとですね、ちょっと胸が痛くなりますし、また生物多様性を壊していたのかと思えば、二重のショックであります。そしてもう一つ、林道について、お願いしたいことがございます。林道もですね、最近は歩道をアスファルトに変えてしまうことが多いんですけれども、これは昆虫類にとっては大変な影響でございます。アスファルトの辺は温度が高いの で、それによって道の両脇も大変乾燥化しますし、我々体の大きい人間とですね、体の小さい昆虫が受けるダメージの程度というのは相当程度違ってまいります。こういった海岸、また林道の舗装、こういったことについて、少なくとも林道の舗装を極力少なくするという取り組みをやっていただきたいわけですが、どのようにお考えでしょうか。星野自然環境局長。林道につきましては林野庁が直接整備されたり、また都道府県に対して助成をしているというふうに承知しております。林道の工事について、例えば環境省が管理しております国立公園の特別地域等で行われる場合には事前に協議をして、自然環境の保全上も影響がないようなそういった工事をしていただくことにしておりますので、そういった中で十分配慮をさせていただきたいと思っております。百瀬君。ぜひ林野庁と連携を取ってですね、やっていただきたいと思っております。今海とそして林について見てまいりましたので、次は川に行きたいと思っておりますけれども、ところで私の地元での話で恐縮でございますけれども、北アルプスのふもと、石原大臣来られたことはありますか。ありがとうございます。どのような印象をお持ちだったでしょうか。一言お願いできますか。石原環境大臣。他党ではございますが、大変親しい議員の方がいらっしゃいまして、百瀬委員のお地元の安曇野でございますが、
何度も訪ねさせていただきましたし、そばが信州そばでございますが、これをご馳走になりましたり、また自然、特に森でございますね、森の素晴らしいところであると、そしてまた印象に残ったのは、越えまして県境を越えて岐阜に入りますとですね、急に道路が太くなって、長野の方が素朴でいいなと、そんな印象を持たせていただきました。百瀬君。はい、ありがとうございます。おっしゃる通りですね、この北アルプスの風景というものを大変売りにしている地域でもございまして、白と緑の映える山、また水田に水が張ればですね、山の風景を映し出して、そして清流が流れている、こういった地域でございますけれども、そこに住んでいるものとして大変残念に感じることがありまして、それが河川の護岸工事が進みすぎているということでございます。もちろん治水対策の面からそういったものがある程度必要になるということは十分承知しておりますけれども、河川の護岸工事をするとですね、大変な影響が生態系に及ぼされる。河川改修などによって本来の河原が失われれば、ゴミ虫類のような小さい生き物の生態系が失われていく。こういった細かい生態系の異質性が損なわれないように気を配ることは、マクロ的に見れば大変効果が大きいことであります。特に河原というものは陸に住む動植物と、そして水に住む動植物が入り混じる大変種多様性が高いところでございますから、ぜひですね、こういったことは、国交省との連携は必要ではあると思いますけれども、もう一度再自然化、これを取り入れていただくことを、お願いしたいと思っております。実際にデンマークでは2000年前後に河川の大規模な流域、自然化事業を実施したということであります。1960年に4000ヘクタールもの湿地を干拓して耕作地にしたが、そのうち2200ヘクタールを復元した。そしてこの事業にですね、国が力を入れて土地を買い取って、また観光客も呼び込もうということで、水辺の環境にある古い教会、また水車などを保存して、今バードウォッチングタワーというものも作っているということでありまして、またオランダでも1980年代の中頃から河川流域を再自然化して、一時絶滅した野生のコウノトリの復活に成功しているということでございます。日本でもですね、これから外国の観光客の方にはたくさん来ていただきたいという方針を打ち出しておりますし、また2020年には東京のオリンピックもあるわけでございます。この都市部だけではなくてですね、地方にまで足を運んでいただいて、そして地方にぜひお金も落としていただきたいと思うわけでありますけれども、やはり外国から来た方々が日本のどういう田舎の風景を見たいかといえば、当然コンクリート打ちっぱなしの川ではなくて、日本の原風景というものを見たいのではないかなと思っておりますけれども、この再自然化について導入いただけないか、一言お願いできますか。星野自然環境局長。政府では生物多様性国家戦略というものを閣議決定してございます。その国家戦略の中で、先生ご指摘されたように、開発行為が生物多様性に対する危機の一つだということが位置づけられております。一方、生物多様性を保全して、それをいかに持続可能な形で利用していくか、これについて総論の部分以外に、関係各省がそれぞれの行政をどのように推進していくかということも書かれてございます。そういった中で、国土交通省が河川についてもですね、十分自然環境について配慮したいろんな取り組みを進めていくという内容が、200ページ近い閣議決定した文書でございますけれども、そういった中にございます。一つだけ例を申し上げますと、釧路湿原、これ国立公園にもなっているところでございますけれども、これは周辺の牧草地を造成するために河川を直線化したことがございます。それによって一部の地域の牧草地は出来上がったんですが、なかなか硬質な牧草が育たない、そういうこともございまして、さらに直線化したことによって流速が速くなって、土砂の供給量が著しく増えて、下流部で非常に問題が起こったと、生物多様性の観点からも問題になったということがございまして、環境省も一緒に協力をして、河川を昔の稼働に戻す蛇行化
の工事をしたところでございます。もうすでにその工事が完了してございまして、昔の河川に戻ってその部分の生態系が非常によく回復したということでございます。でこれは自然再生推進法に基づく事業という位置づけで、地域の方々 NGO の方も含めて、農業者、もちろん環境省も入ってございます。さまざまな方々が一緒になって知恵を絞って、出来上がった事業でございます。それが端的な例でございますけれども、そういった形で私どもも一緒になって、日本の素晴らしい自然環境が再生されるように、さらに国立公園、国民の宝でございますので、外国の観光客の方にも、その魅力が知っていただけるような、そういった取り組みを進めていきたいと思っています。百瀬君。最後に、山についてですね、もう一つ、申し上げたいと思っております。ご存知だと思いますけれども、本通常国会においてですね、山の日に関する法案が通過する予定でございます。山の日を制定して8月11日になる予定でございますけれども、この日を祝日化してですね、みんなで山のありがたみも、考えていこうという取り組みでありますけれども、こういった取り組みを通じてですね、これからますます山に登る人も多くなっていくのではないかと思いますけれども、一方で県内の山小屋のトイレ、これまだ 25% は地下浸透なんですね。ちょっと言い方悪いかも分かりませんけど、垂れ流しという状態もあるわけでして、で観光客が増えるに従ってですね、そういった対策も進めていかなければならないのではないかなと思いますけれども、どうお考えですか。はい、以上、星野自然環境局長。環境省では国立公園と重要な地域山岳地域のトイレについて、民間が設置したトイレについても助成する仕組みを持ってございます。これは山岳地非常に厳しいところで、山小屋、民間の山小屋といえども、そこのトイレというのは公益的な役割を果たしていただいているということもございまして、補助する仕組みがございます。それによってかなりの山岳地域のトイレ改善が図られたところでございます。長野県内におきましてもまだまだ足りないところがございますので、今後ともそういった仕組みを活用しながら、トイレの環境改善、それがひいては、山岳地域の環境改善、国立公園の魅力向上、それにつながるように努力してまいりたいと思っております。百瀬君、ありがとうございました。次に山内浩一君。山内君。民南党の山内浩一です。今日は最初に環境政策の費用対効果、あるいは政策が及ぼした環境面のインパクトをどうやって測定するか、比較するか、そういった観点から質問をしたいと思います。私はですね、民主党政権時代の2012年に税と社会保障の一体改革委員会という消費税の増税を決めた委員会でですね、エコカー減税とエコカー補助金について質問したことがあります。その時にエコカー補助金、エコカー減税、大体1兆円ぐらい合わすと規模の大きな事業だったんですけれども、そのエコカー補助金、エコカー減税の環境面のインパクトについて質問したら誰も答えられないという非常に驚いた経験があります。経産省には、自動車課という部署があります。環境省にも実は自動車環境対策課という専門の部署があります。そういう専門の部署があるにもかかわらず、その1兆円近く税金を投入したエコカー補助金、エコカー減税事業のエコ面のインパクト評価は全くやってなかった。これは非常に大きな問題だと思っております。それから時間が経ちましたので、その後改善が見られるかもしれませんが、そういった問題意識で今日も質問させていただきます。で会計検査院もですね、私と同じような問題意識を持って環境省に対してかつて提案をしています。平成22年、だいぶ前の提案なんですけれども、環境省の補助事業のそれぞれの補助事業がどれぐらい CO2 1トン削減するのにお金がかかったかという、そういう評価をですね、会計検査院がやっています。非常に面白かったのは、一番効率的な事業はですね、ちょっと地味なんですが、超低硫黄軽油導入普及に関わる設備省エネ事業、これは1トン CO2 削減するのに8000しかかからない、非常にいい案件だと思います。他方これはどうかなと思うのは、同じく環境省でクールシティ中州外区パイロット事業、まちづくり事業みたいなんですけど、これは CO2 1トンを削減するのに2200万円かかっていると、これは
いかがなもんかなと思って聞いてみたらもうやめてるそうですから、まあ、そのやめてる事業についてこれ以上突っ込みませんが、まあ、そういった意味では CO2 1トン削減するのに8000円かかる事業もあれば2200万かかる事業もある。そしたらまあ普通に納税者の感覚から言うと8000円の事業をもっとたくさんやった方がいいじゃないかな、そういうふうに思います。まあ、これも同じ CO2 1トン削減するにいくらかかる、そういう一つ同じ物差しで測ったからまあ比較できるわけなんですけども、こういった今後ですね補助金を出すにしても、あるいは特定の減税措置をやるにしても、環境面のインパクトをですね分かりやすく納税者国民に示すようなそういう仕組みというのが必要だと思います。まあ、2012年に質問して以降、その後国会で質問してませんが、この数年の間に何らかの改善あるいは現状がどうなっているか教えていただければと思います。環境省関地球環境局長。環境省におきましては、まあ、現在温暖化対策の事業をさまざま推進させていただいておりますけれども、エネルギー起源の CO2 の排出抑制対策に関します、まあ、主な事業につきまして、その効果を把握するために、補助を受けます事業者に対して CO2 の削減効果の提出を求めてきているところでございます。具体的にはその平成24年の7月に、事業の CO2 削減効果を定量的に明らかにします統一的な算定方法を示しました地球温暖化対策事業、効果算定ガイドブックというものを作成いたしまして、事業者に対しまして効果算定を求めるとともに環境省による検証が可能となるようにしたところでございます。現在これは先ほどは初版でございまして、算定方法の客観性や正確性をより向上させるためにガイドブックの改定に向けた検討も行っているところでございます。まあ、このような取り組みを通じまして、的確かつ検証可能な事業効果の把握に努めるとともに、今後より一層適切な事業実施につなげてまいりたいと、このように考えてございます。山内君。はい、この平成24年7月の地球温暖化対策事業効果策定ガイドブック、これ私も見ましたけれども非常にいい内容だと思います。逆にですね、このせっかくいい内容のガイドブック持っているんですから、環境省の補助事業だけではなくて、むしろですねエコと名の付く事業は経産省とかかなり予算額たくさん持ってますし、あるいは環境配慮ということで国交省なんかにもいろんな事業がやっていると思います。そういう少なくとも環境を表看板にしたプロジェクトでありながら、そういう環境面の成果を全く測定してなかったというのはこれまでのおかしなところだと思います。まあ、1兆円近く使ったエコカー補助金減税で何もやってなかった、この現状はまあ多少は今後変わっていくといいなと思ってますけれども、まあ、そういった意味で多少庁にどういうふうにこのガイドブックをちゃんと使ってもらうか、環境省のみならず全省庁統一的にこういうガイドブックを作ってですね、環境の効果インパクトを測定すべきだと思います。それについてどうやって多省庁に導入してもらうか、あるいは場合によっては民間でも使ってもらったらいいと思うんですけれども、そういう今後の普及についてお尋ねします。北川環境副大臣。先ほど山内委員からは費用対効果という観点からの質問があったわけでありますが、以前我が党の無駄撲滅プロジェクトチームでご一緒させていただきまして、その時から行政の無駄をなくすという観点からお仕事をされておられまして、改めて共有をしながらお答えをさせていただきたいと思いますが、今ご指摘のありましたこのガイドブックは平成24年7月に予算計上事業の CO2 削減効果の算定に活用することを目的として環境省が策定したものであります。策定後関係各省にもお示しをし、さまざまな場合で有効に活用することをお願いをしてきたところであり、ガイドブックが有効に活用されることで、これまで必ずしも客観性や透明性が十分とは言えなかった事業の効果について、算定が容易になりました。より有効な事業が実施されるようになることが期待をされているところでもあり、現在エネルギー特別会計における事業では環境省が自ら行う補助事業のほか、環境省と他省が連携して行う補助事業、例えば国交省などと鉄道や港湾、物流の駅舎などに太陽光や LED を導入するとか、まあ、こういう補助事業でありますが、ガイドブックを活用して CO2 削減効果を定量的に明らかにすることとしているところであり、
今後ともエネルギー特会の予算内容の調整を行う関係省庁間の会議などを通じて、環境省がイニシアチブを取って事業の費用対効果の算定のための活用について協力を求めていきたいと考えております。山口君。はい、ぜひ環境省のみなら他省庁でもやっていただきたいと思いますし、首相官邸に地球温暖化対策、推進本部というところがあって、石原大臣も副本部長でいらっしゃると思います。ぜひですね、全省庁的な取り組みにしていただきたいと思ってますし、この私もこのハンドブック、ガイドブックですね、効果算定ガイドブック、これ非常に分かりやすくていいものだと思いますので、こういったものをよりブラッシュアップしてですね、日本のみならず前に言ったらもう世界に国際協力で広げていただくぐらいの、そういうつもりで頑張っていただきたいと思います。それでは次の質問に移りたいと思います。環境省の国際協力についてお尋ねをしたいと思います。先ほど民主党の吉田委員が PM2.5 の質問されてました。中国の起源の PM2.5、 この問題に6億円というのはあまりにも少ないというのは私も同感です。で、同時にこの PM2.5 対策というのはですね、日本国内の対策も大事ですが、それ以上に発生源の中国で何とかしてもらわないと、もうどうしようもないというところがあると思います。どんだけモニタリングして被害がひどいことが分かっても、発生源が日本国内にない以上はですね、これは日本の直接的な日本国民の健康を守るためにも国際的な協力というのは必要ではないかと思います。そういった意味ではですね、環境省は日本、中国、韓国の3カ国で、環境大臣会合をずっとやられてきております。昨年の5月にも北九州市で開かれたと思っております。開かれたと聞いてます。日中最近いろんな問題があって交流が途切れがちですし、衆議院と中国の全人代の交流プログラムもこの3年ぐらい止まったままです。そういった意味では環境省が日中韓という3カ国の枠組みとはいえ中国と政策対話を続けているというのは非常にいいことだと思います。こういう時期だからこそ、そういう実務的な関係を強化していて、政治的にはですね、いろいろ国内向けの 両国の間の国内向けの配慮もあってですね、なかなか、関係改善が難しいということはあるかもしれませんが、ただ実務的な関係を強化するというのはむしろ緊張を緩和したり、あるいは相互の理解を促進する上で非常に重要だと思っております。特に一緒に同じ問題を解決していくということから日中の相互理解につながるということもあると思いますので、そういう日中間の3カ国の大臣会合、ぜひこれからもっとですね、大々的にやっていただきたいと思ってますし、日中あるいは日韓の協力はこれからも必要だと思います。他方韓国は随分前に ODA の対象国から卒業して、今や韓国は援助する側の主要国としてだんだん台頭しつつあります。で、中国も日本にとって ODA のほぼ実質的には卒業国になってますので、徐々にですね、日中日韓の協力が必要性はあるけれども、道具として ODA をなかなか使えなくなってきているということがあります。ですから ODA 以外の手段も考えて、ODA 以外というと例えば研究協力だったり、あるいは自治体間の連携、いろいろあると思いますが、そういったむしろ ODA が使えなくなって難しくなって、手段の面では難しくなっているけれども、協力の必要性自体はむしろ拡大していると私は思いますね。そういった今後の中国あるいは韓国との環境分野の国際協力、どのように進めるおつもりなのか、環境省のお考えを伺いたいと思います。石原環境大臣。ただいま山内委員から昨年の日中韓環境大臣会合北九州でのお話をいただきました。この場所で、残念ながら中国は副大臣の方でございましたけれども、大気汚染に関しましてですね、3カ国で政策対話やっていこうと、一国にとどまらず考えていこうということで合意をさせていただきました。実は昨日キャロライン・ケネディアメリカ大使ともお話をしたとき、この話題になりまして、在北京のアメリカ大使館の上に PM2.5 の測定器の機械があるんでございますけれども、そのデータをですね、実は環境省の方にいただくことにいたしまして、日本語でですね、特に北京に駐在されている駐在の家族の方々、会員の方々が大変この問題深刻に捉えていらっしゃいますので、日本人向けに
提供していこうということで話がついているようでございます。まあ、このように中間との協力のみならず、この越境汚染の問題というのは先般 COP19 でワルシャを訪ねたときにも、イランの副大統領の方も中東地域で同じような問題が起こっているというようなお話をいただいたところでございます。こういう問題については一個各国ではなく、特に日中韓の関係というものはしっかりとしていかなければなりませんし、中国との協力についてでございますけれども、我が国の例えば北九州市、川崎市とか、この環境汚染の経験を持っている自治体の方々を中心に都市間連携による支援事業というものを来年度から実施していく予定にもなっております。これによりまして、中国の主要都市のこの問題に関する人材教育等々にですね、しっかりと貢献をしていければと考えておりますし、また4月にも16回目の日中韓の大臣会合を韓国のテグで開催されますので、その際にも我が国の公害を克服した経験と優れた環境技術を生かしつつ、日中韓3カ国でですね、環境分野の協力というものを積極的に進めてまいりたい、こんなふうに考えているところでございます。山内君。はい、ありがとうございました。今、自治体間の連携という話がありました。川崎のように大気汚染に昔苦しんでいた都市だからこそ持っている、技術もありますし、実は日本の、多分環境とか公害対策というと民間企業というよりはむしろ行政の中にノウハウがある分野だと思いますので、これはやはり公的な技術協力というのは非常に重要だと思います。それにあたってですが、都市間連携、確か1億3000万ぐらいの予算だと聞いてますが、やっぱりそれだけではちょっとあまりにも額が少ないと思いますし、それから、対中国でですね、無償の援助をやる、あるいは、贈与ベースの援助をやるというのはなかなか日本の納税者の理解を得にくい時代でもありますので、それは別のやり方を考えていくことが必要ではないかと思います。実は私ずっと外務委員会などでこの6年ぐらい ODA もっと有償技術協力というのをやるべきだということを毎年同じような質問をしてきました。有償技術協力というのはですね、サウジとかマレーシアとかあるいは中国のようにある程度経済発展が進んでもうお金のある国、お金はあるけど技術がないから日本の技術を欲しいと言っている国、そういう国に対して、利益を上げなくていいんですけれども、少なくとも最低限かかったコストは、カバーしてもらって技術協力をやるというスキームです。これは別に日本だけではなくてドイツの技術協力公社なども昔からやっています。日本ももっとそういう優勝の技術協力をやるべきだとずっと6年ぐらい前から言ってきて、去年ぐらいからやっと外務省の政策パッケージにそれが入るようになりました。同じことがぜひ環境省の技術協力、国際協力の中でもやれないかなと思います。特に中国の自治体なんていうのは結構お金あるところもあります。それに対して日本のですね、四日市とか北九州とかそういう地方自治体の、外郭団体みたいなですね、環境関係の財団とかたくさんあります。こういうところにあるノウハウを別に日本の税金でやってあげなくてもですね、中国ある程度お金ありますから、お金は向こうに出してもらう、で技術はこちらから出す、そういう形の優秀の技術協力というのは今後有望な分野ではないかと思うんですけども、そういったスキームぜひ環境省でも検討していただきたいと思っております。それについて環境省の考えを聞きたいと思います。以上、牧原環境大臣政務官。はい、山内議員は JICA にもご勤務あって専門分野でございまして、大変貴重なアドバイスいただきましてありがとうございます。環境分野の協力につきましては、そうした費用負担を含め、その都度相手国の協力に対するニーズや、我が国の支援体制等に照らし、さまざまな選択肢から最も効果的な協力方法を柔軟に選択することが重要であるということが基本認識としてございます。このため個別の協力事案においては、協力の円滑かつ効果的な実施に資すると考えられる場合には、ご指摘のような、一部の費用を相手国が負担するということを検討するということも考えられると思っております。実際 ODA の卒業国でございます
シンガポールとの環境協力においては、相手国費用負担により、廃棄物環境教育大気汚染に関する訪日研修等を実施することと、しておりまして、そうした手段も十分考えられると考えております。いずれにいたしましても、環境協力の実施においては、さまざまな要素について多面的な検討を行うことにより、効果的な環境協力の実施に努めてまいりたいと考えております。山内君。実際現場で実務やっている担当者からするとですね、大体事業費がいくらだとこれだけ仕事した気分になれるんで、有償技術協力だと事業費ゼロになってしまう。そうするとですね、あまりこう評価されないかもしれません。しかしながら手間はかかるけれども、日本の納税者の負担はいらなくて、それでいて相手国にもちゃんと感謝され、しかも PM2.5 のような場合は日本に来るそういう大気汚染物質を除去できるわけですから、一石三鳥ぐらいになるわけですから、そういう手間はかかるけれどもお金のかからない事業にもっと力を入れている、これこそ財政の制約が厳しい時代の国際協力ではないかと思います。そういった意味ではシンガポールの例、非常に勇気づけられる例だと思いますので、ぜひそういうの担当者はやりたがらないと思いますが、政治家の皆さんがですね、しっかりお尻を叩いて、有償技術協力、こういうスキームで、日本の納税者の負担をかけずに問題を解決していく、しかも中国側からも十分感謝されるに値する協力ができると思います。そういった工夫をお願いしたいと思います。そろそろ時間来ると思いますので、最後はですね、半分質問というよりは要望ということでお願いしたいと思います。環境分野の国際協力、もちろん外務省、JICA もやってます、あるいは経産省なんかもやってます、あるいは、他のいろんな省庁、国交省なんかもインフラ分野の CO2 削減とか、そういう国際協力のスキルを持ってます。いろんな省庁が中国に対して環境分野の協力をしていると思いますが、やはり司令塔がないとですね、援助のダブリとか、あるいは同じことを他の省庁と一緒にバラバラでやってる、そういうことがないようにですね、コーディネーション必要だと思いますし、その時に大臣レベルで環境問題議論しているというのはおそらく環境省だけですから、ぜひですね、日中の環境協力、それの司令塔になっていただくのは石原大臣というのがふさわしいと思っておりますね。そういう国際協力、オールジャパンで中国に対して国際協力できる、そういう枠組みをですね、作る時に、もちろん外務省も国交省もいろんな省庁の中でですね、環境大臣として大きな役割を果たせると思います。それについてもし次時間が終了しましたという札が来まして、もし一言いただけるであれば大臣。石原環境大臣。大変重要なご指摘だと思います。環境分野はともにウィンウィンの関係になれる分野でございますので、委員のご指摘も踏まえて対処させていただきたいと考えております。山内君。以上で質問あります。ありがとうございました。次に林博樹君。はい、委員長。林君。結納党の林博樹です。先週の予算委員会でですね、実は先に石原環境大臣、そして井上環境副大臣には、こちらから、この所管のですね、問題について質問をさせていただきました。改めてありがとうございました。今日はですね、その時に先週ですね、質問の内容とさせていただきました。宮城県をはじめとしてですね、各地で今問題になっております、福島第一原発の放射性物質に由来する指定廃棄物並びに一般廃棄物といったところに関しまして、引き続き質問をさせていただきたいと思っております。でなおですね、通告した内容、質問の順番、少し入れ替わって質問させていただく形になるかと思いますが、ご了承をお願いいたします。まずですね、井上副大臣にお伺いしますが、先週の予算委員会におきまして、私の地元が宮城県なものですから、特に宮城県のことについてお伺いをしました。指定廃棄物の最終処分場についてですね、今宮城県内では、詳細調査の候補地ということで、3つ、栗原市、上町、そして大和町ということで、先月1月20日21日にですね、お伝えをいただいたという状況です。でその後は、大変その3市町ともですね、受け入れがたいというようなことを表明しており、つい先日ではありますけれども、特に大和町の方ではですね、隣の大平村といったところでもですね、それは受け入れることはできないというような意思表明があったというふうに報道もされています。
先週の予算委員会の際にはですね、井上副大臣、一体いつまでにまずこの詳細調査に入ろうというつもりで今やっておられるのかという質問をさせていただいたところ、まあ、4月には詳細調査に入りたいというご答弁ございました。で、まあ、各種報道でもですね、この4月というところを、まあ、一つかなり大きく取り上げて報道されていたなというふうに思いますが、まあ、今の現況から考えるとですね、まあ、これかなり急ピッチで、もう今日は2月の21日ですので、実質あと1ヶ月ほどしか交渉の期間ないと思うんですね。実際にどのように今進めていこうとお考えなのかというのをまず初めにお伺いしたいと思います。井上環境副大臣。先般の予算委員会での質疑でありますけれども、まあ、若干ですね、誤解されている恐れもあるものですから改めてご説明をしたいと思っております。私どもは詳細調査の受け入れということをお願いする立場であるものですから、そういう意味では私どもの方からいつまでにという立場ではないとは思っております。ただ他方でですね、仮置きの状況なども明記圏内それぞれ逼迫をしておりますから、まあ、なるべく早くぜひ詳細調査を受け入れていただきたいと。そして4月といったのはですね、まあ、現地が雪が深い地域もあるものですから、これ早くとも4月ぐらいにならないとそもそも物理的に難しいという意味で申し上げたところであります。まあ、いずれにしてもですね、これ何といっても地元の理解が必要ですから、きちんと話し合いながらなるべく早くの調査受け入れをお願いしていきたいと思っています。林君。はい、まあ、私もそのあたりの趣旨は理解はしているつもりなんですが、まあ、そういった決意もある程度含まれてのお話だったのかなという印象もあったものですから、改めてお伺いをした次第です。で、まあ、対しまして、まあ、今のは指定廃棄物の処理のお話ですが、まあ、8000ベクレル以下のですね、まあ、特に汚染、牧草等の一般廃棄物、こちらの方も大変重要な問題です。まあ、指定廃棄物の方はそういった最終処分場という、まあ、最終的な処分の仕方のまあゴールというかですね、まあ、一つの目標がありますので、もちろんそれも大変なものではあるんですが、まあ、一般廃棄物の場合ですね、ご答弁でもいただいたように、まあ、これは通常の廃棄物処理、まあ、例えば焼却施設で燃やすことができる、科学的にはそのようにされているというものであるがゆえに、特別な処理を必要としないというような印象が地元で持たれ、だからこそそういったものをそんな通常の施設で処理して大丈夫なのかというところからいろんな疑念が生じているというのは、これはもうご理解いただいているところだと思います。で、まあ、岩手県ではですね、まあ、非常に速いスピードで処理がされているというご答弁もありましたし、実際にその通りなんですが、まあ、一方でその他の、県においてはまだなかなか進まない、宮城県ですら、なかなか進んでいない。で、副大臣はですね、まあ、市町村とそれぞれ相談をして、まあ、こういった対策を施していきたいと、まあ、これはこういった対策というのは、まあ、おそらく補助事業とかこういったことを活用してということになると思うんですが、まあ、これについては今後どのように進めていくのかと、まあ、場合によってはですね、この8000ベクレル以下の一般廃棄物が指定廃棄物の最終処分場ができてもなおですね、この一般廃棄物の方が残ってしまうという事態も十分に考えられるわけで、こちらについてはどのように進めていかれる、イメージをお持ちなのかというのをお伺いしたいと思います。井上環境副大臣。ですね、8000ベクレル以下につきましても、やはり地元自治体また住民の方々のその安全性などに対するご理解が進まない、ご理解がいただけないと進めることができないという、まあ、そういう状況に陥っているんだというふうに思っております。ですからそこは一番大切なんで、そういったさまざまな予算を確保した事業もありますから、そういう中でですね、地元のからのご相談をいただければ我々そこを丁寧に対応していくということになります。で、まあ、具体的な対策ということでありますと、例えばパンフレットやホームページなどによる処理事例の紹介、また焼却処理の安全性の PR、 そして職員が市町村を訪問して焼却処理を実施するための技術的な説明を行う、まあ、こういった対策で取り組んでいきたいというふうに考えています。はい、林君。井上副大臣にはですね、本当に
いろいろと奔走していただいている、この問題の処理のためにですね、解決のために動いていただいているというところで、まあ、そこの感謝の気持ちというのはね、非常にあるという前提で、お話をしますが、まあ、先日の予算委員会でのですね、石原大臣のご答弁でもありました、まあ、非常に重要な問題だと捉えているとの割にはですね、まあ、今おっしゃった、まあ、そのホームページでのですね、情報提供とかですね、もうこういったことだけで済む話ではなくなってきてるんじゃないかと、3年です、もうすぐ震災から3年、もう非常にですね、地元は、まあ、この3年というのは一つの区切りとして、まあ、宮城県知事の村井知事なんかは復旧期は3年で、ここで終わってその次のステージに入るんだということをずっと言ってますから、この3年でどこまで進むんだということを非常に地元は考えているわけです。これはもう委員長もですね、よくご存知のことだと思います。でその時にですね、まあ、やっぱり地元として、この被災地として考えると、もうすぐ3年だと、しかしこの問題一向に進まないと、どうなってるんだという話になってくるわけです。であるがゆえに、先週の予算委員会では私は大臣にこの状況を打開するために、まあ、責任者である大臣としてですね、もう自らしっかりと説明に行くと、お願いをしに行くといったことをするおつもりはありませんかということをお伺いしたわけです。でその際の答弁が、まあ、ご答弁がですね、まあ、出てこいというお話ですので、まあ、検討をしていきたいといった趣旨のご答弁だったと私は記憶しています。まあ、大変ですね、まあ、こういった申し上げ方は失礼かもしれませんが、まあ、非常に受け身なんじゃないかというふうに私は受け取りました。おそらくですね、あれを実際に聞いていた方々ほとんどがそのように受け取ったんじゃないのかなと想像します。で、まあ、実はあの先日の環境委員会でのですね、大臣所信の中でも、このあたりはどのぐらい触れていただけるのかなと、その中である程度こう強い意思を示していただけるのかなというふうに思いましたが、おそらく私が見る限りこの問題について触れておられたのは、まあ、大臣所信の中でですね、まあ、指定廃棄物の保管が逼迫している県においては最終処分場の確保に向けて地元との調整を進めるとともにというこの部分なんだと思うんです。それでですね、あえてもう一度お伺いしたいと思うんですが、まあ、まさにこういうですね、もうにっちもさっちもいかない八方塞がりだ、こういう問題に対して解決法を提示していく、これが政治のリーダーシップなんじゃないかなと思っていますが、石原大臣にお伺いいたします。まあ、このですね、出てこいというお話ですので検討したいということではなくて、もう出てこいと言われる前にですね、大臣自身が自ら、私が言って何か何とかなるものだったらでは行きましょうといった、そういう強い意志をお示しいただくことはできないものでしょうか。大臣お願いします。石原環境大臣。この問題は予算委員会でもお答えさせていただきましたが、重要な課題だからこそ政治レベルで民主党政権時代も私どもの政権になっても取り組ませていただいております。井上副大臣は認証官なんですよ。認証官、天皇陛下の下で認証された大使と大臣と全く同じ井上大臣が誠心誠意やってる、それをしっかりサポートさせていただいておりますし、必要とあらばお邪魔をすると何度もお話をさせていただいている通りでございます。はい、林君。私もその井上副大臣のご尽力には本当に感謝をしています。しかしながら、それをもってしても事態が進まないというこの状況においては、私はリーダーである石原大臣が打開策を見出すのが政治なんじゃないのかなと、政治レベルで対応してこられたと、もちろんその通りです。しかしながら、ここまでの対応ではなかなか進んでいないものがあるならば、トップが動くと、こういうことをやっていただく、そういうリーダーシップの発揮の仕方もあるんじゃないかと私は思うんですが、大臣すみません、この内容は通告していない内容ですけれども、そのあたりについてどのようにお考えでしょうか。お答えください。石原環境大臣。これは伊藤院長の地元でもあり、伊藤院長ともお話をさせていただいておりますし、必要があれば私はどこにでも参りますし、今井上大臣がお願いをしてともかく調査もさせていただかなければ、私が言ったって先には進まない話でございます。ですから、地元の皆様方の理解を得るべく全力で努力をしているということでございます。委員長。林君。はい、調査の段階では
まあ、大臣がお越しいただくという段階ではないというような感覚で今受け取ってしまったんですけれども、私はですね、調査の段階だからとかどういうレベルだからとかそういうことではなくて、もうここは一気呵成に進めなければいけない、ここがまさに一つの壁なんだというところでは、それがどの段階でもですね、大臣にリーダーシップを取っていただくっていうのは私は間違ってはいないことだと思います。でなぜこういったことを私も2回にわたってですねお話をさせていただいているかというと、そもそも地元には大臣にぜひ直接お話を伺いたいという希望があるわけですよ。で1月の、まあ、井上副大臣に行っていただいたのは1月の20日と21日、その1週間前にですね、宮城県庁で、宮城県の村井知事が記者会見をされています。でその際に、まあ、記者の方からですね、まあ、前回の会議、まあ、昨年11月の会議ということですが、その際にですね、まあ、次の会議には、ぜひ石原環境大臣に出席していただきたいという要望が非常に多くあったと。でそれを踏まえて村井知事はどう思いますかという質問だったわけです。まあ、これについて村井知事は、まあ、もちろん宮城県にとっては非常に重要な問題で、大臣が来られて、大臣から具体的なお話を聞きたいという思いは、まあ、この会議のみならずですね、常にどのような会議でもそういう気持ちは持ってますという趣旨のお答えをされています。そしてそれに加えましてですね、大臣が去年国際会議、これは第1回アジア国立公園会議ですが、まあ仙台で開催されたときにその会議にもお越しになりました。国際会議にも、その際に直接ですね、村井知事の口からもそういったお願いをさせていただいたということで、まあ、気持ちは大臣にはもうすでに伝わっているんだと思いますと、まあ、来ていただけるものならばぜひ来ていただきたいと、こういったことをですね、会見でお話になっているわけですよ。村井知事のお気持ちを考えるとですね、そろそろ大臣にお越しいただかないと地元は打開できないんじゃないかと、そんなような気持ちもあってこういうご発言になったんじゃないかと思います。そして、まあ、先ほど井上副大臣もですね、おっしゃっていた通り、まあ、国をお願いする立場だと、まあ、ある種それは真実だと思うんです。しかしながら同じ会見の中で村井知事は、まあ、国の考えをしっかりと聞いた上で、まあ、県がこうする、だから国が従えというようなスタンスではなくて、まず国がこうするんだと、だから県がそれをサポートするという形にしたい、だからこそ今この大変な状況においては石原大臣にぜひですねお越しをいただきたいという気持ちを持っている。まあ、村井知事もですね、そのあたりは非常に謙虚な方ですから、あまり強硬にはおっしゃいませんけれども、やっぱりそういう気持ちは強いんだろうと。村井さんだけではありません。おそらく地元のこの市町村長会議にご出席になられた、まあ、市長の皆さんはですね、同じような気持ちをお持ちだったんじゃないのかなと思うんです。だからこそ、まあ、今大臣のご答弁の中でもですね、まあ、非常に前向きなご発言だと私も思います。だけれどもやっぱりですね、必要とあらばということではなくて、まあ、私が大臣がですね、まあ、どこかのタイミングでこの状況を打開するために必ず足を運びますといったところまでご表明をいただかないと、やっぱりですね、まあ、それで全てが解決するかどうかも私も分かりません。十分条件じゃないと思います。しかしながら必要条件ではあるんじゃないでしょうか。だからこそ大臣の強い意思表示をしていただきたいというのが私のお願いなんです。まあ、時間も迫ってきましたので、大臣もう一度ぜひそのあたりご表明いただくことはできないでしょうか。お願いします。石原環境大臣、林委員の2回にわたるこの委員会等々でのお話、十分に受け止めさせていただきたいと思います。林君。まあ、ぜひですね、足を運んでいただいて、で、まあ、ちょっと先ほど井上大臣もお話ししましたが、まあ、実際に雪が溶けて4月ぐらいから調査が可能になると。で、まあ、先ほどの副大臣のお話を踏まえればですね、まあ、4月に必ずというわけではないかもしれないが、でもできるだけ早く、できるんだったら、まあ、多分4月にできるんだったらということだと思うんですね。でそれをやっぱりですね、実現するためにも私は大臣にお越しいただく、それが必要だと思っていますし、その先もですね、じゃあ、詳細調査をして、その3カ所の中から1カ所に絞ったと、国が。その時は確実に大臣に
ご説明にお越しいただくというのが、まあ、条件になってくるんじゃないかなと思ってます。ですのでですね、まあ、私は今宮城県の人間ですから宮城県のことを話をしていますが、まあ、今回宮城県が一番進捗が早いということですから、ここでですねどのようなリーダーシップを見せていただけるかということので、まあ、今後他の県、まあ、宮城県含めて5県が今最終処分場を検討していますから、その進捗にも影響してくるだろうと、これは先週の予算委員会でも申し上げた通りです。ですので、まあ、時間の方もですねもうなくなってきましたので、まあ、今大臣にお話しいただいた通りですね、地元に行ってお話をするとしていただくということをぜひ実現していただきたいなということを最後に強くですねもう一度お願い申し上げて、今回の質問を終わらせていただきたいと思います。大臣ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。次に野間武史君、野間君。無所属の野間武史と申します。本日は貴重な質疑の時間、頂戴いたしました。各党の理事の皆様のご配慮に心から感謝を申し上げます。昨年の7月8日にですね、原子力発電所の新規制基準に基づく安全審査が行われ、当初その審査期間がですね、田中規制委員長のお話ではおおむね半年程度ということでありましたけれども、今半年をさらに超えてなかなかこうスケジュールが見えない状況に来ておりましたけれども、一昨日規制庁から今後の進め方ということのペーパーが出ました。また田中委員長からもですね、今後の日程スケジュールについての発言もなされているところでありますけれども、規制庁として今後どういうスケジュール感でやっていかれるのか教えていただきたいと思います。原子力規制庁桜田審議官。お答え申し上げます。委員にご指摘のとおり、原子力規制委員会におきましては、原子力発電所の新規制基準適合性の審査を進めてきてございます。で、2月19日の原子力規制委員会におきまして、原子炉設置変更許可に関する審査の今後の進め方について議論が行われまして、基準地震動および基準津波高さが確定し、またかつ、他に重大な審査上の問題がない原子力発電所については申請書の補正、それから審査書案の作成に取り掛かるということにしたものでございます。で、このためそのプラントごとの審査の状況を見極める必要がありますので、今後2、3週間を一つの目安として、この対象となるプラントを判断することにすると、その時点で条件を満たすプラントがなければまた次の時点で判断するということになったわけでございます。また審査書案を取りまとめた後にですね、科学的技術的意見を広く募集するということを行うとともに、特に関心の高い一自治体においてはその要請に基づいて共済により公聴会を実施することができるということにもなってございます。いずれにしましてもこういったご指摘を踏まえて科学的技術的見識から厳正に審査を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。野間君。そうしますと、2、3週間後、3月の10日とかですね、その前後ぐらいになってくると思いますけれども、それまでに、これは、もちろん仮のということになりますけれども、今、島崎院なりが担当されている基準地震動ですとか、基準津波の高さ等のことについて、ある程度クリアされるというか合格されるプラントが決まるということでいう理解でよろしいでしょうか。桜田審議官。お答えいたします。
今の委員ご指摘 の、 その基準地震とあるいは基準津波高さについてはまだ確定したところがないという状況でございまして、昨日 の、 2月19日の規制委員会の場でも島崎委員長代理発言されておられましたけれども、このいくつか問題があるので、それを乗り越えてクリアされるところが出てくればいつでも認めると、こういう状況なんですけれども、そのいくつか残っている論点についてどのような準備をして事業者がその回答を持ってくるかということに左右されるということでございますので、2、3週間を一つの目安として判断をしようということにはなってございますが、それまでに必ずその行き着くかどうかというところは、これはまた申請者のこの後の回答次第のようによるというところが大きいかと存じます。委員長。野間君。この審査書案の作成にあたってですね、今後のその審査の模範となる、質の高い審査書案を作ろうということが書かれておりますけれども、その後にさらに今、ABC というか3つのチームでやっているそのチームの枠も超えてですね、総力を挙げ結集して、1つ、審査書案を作っていくということになりますと、素直に読むと1つに絞っていくのかというふうに取られます、られますけど、いかがなんでしょうか。桜田審議官。はい、この点についてもですね、まだ委員会でどうするということが具体的に決まっているわけではございませんが、いずれにしましてもその 2、3 週間後といったその一つの判断をする時期に、先ほど申し上げました地震と津波、それからその他の大きな論点、これをクリアするものがいくつが残っているのかと出てくるのかというところにもよるかと思います。今の時点でなかなかその数についてお話申し上げることはなかなか難しいということはご理解いただければと思います。野間君。チームをなんていうんですかね、チームの枠を超えてやっていくというわけですから、3つも4つもということは多分ならないと思います。1か2なんだと思いますけども、府県委員も19日の委員会で、1つに絞ることになるだろうという発言もされているようですので、あれなんですけど、1つなのか2つなのか分かりませんけれども、そうしますと、6プラントですね、あと残された4つとか5つ、これをがですね、この審査がまた非常にそのことによって遅れる、遅延するということがあってはまたこれならないと思いますので、そのあたりはどういうふうにお考えでしょうか。桜田審議官。今回今委員からご指摘のございました審査チームの総力を挙げてチームの枠を超えて協力をして、最初 の、 その審査手腕をきちんとした質の高いものにしていくと、こういうことを行ってまいりますと、それをその一つの模範として、その後に続くプラントの審査の取りまとめというものもスムーズにいくかというふうに考えてございまして、全体としてこういった進め方で行うことが審査の質を高め、またきちんとした審査を行った結果をきちんと取りまとめていく、そのプロセスを効率的に進めるということにも役立つのかというふうに考えてございます。野間君。この度のいろいろその日程のことなどを見ててもですね、5人の規制委員の方の、非常にそれは専門性があるから当然なんでしょうけれども、島崎委員長代理と更田委員に仕事がこう集中しているわけですね。で、委員長は別として、他のお二人なり、意思決定のやり方としてですね、とにかく2人の結論が出ないと何も動かないような、感じになっているわけですけれども、最終的にはですね、きちっとやはり5人で、常識的な国民の常識に立った、判断がなされるべきだと思うんですが、これどなたがどうということではないんですけど、例えば中村委員さんはですね、そういう審査書を作るについて私たちも陰ながら応援しますとかですね、本当ちょっと当事者意識がどこにあるのかなというような発言もなされているところでありまして、やはりそれはもう5人全力でですね、当たっていただかなきゃいけないと思いますので、そのあたりしっかり意思決定がのやり方がですね、
合議協議されているのかどうなんでしょうか。桜田審議官。委員の今ご質問のあった委員会における討議の仕方につきましては、事務局からなかなかお話申し上げるのは差し控えたいと思いますけれども、いずれにいたしましてもこの新規制基準への適合性の審査をどう進めるかということの進め方については委員会でご議論をいただいて、府桁委員あるいは島崎委員長代理をそれぞれの分野のヘッドとして進めるということが委員会の決定といいますか審議の結果をとして、定められてございまして、またいずれにしてもその設置許可でありますとかその他の認可について決定をする場合にはこれは委員会としての決定になりますので、このプロセスの中で必ず委員会の中できちんとした合議が行われるというふうになろうかというふうに私は理解しております。委員長。野間君。ありがとうございました。いずれにしましても私も原発立地自治体に住む住民の一人としてですね、安全性の確保が大事ですけど、それにはやはり時間軸も速やかなやはり、危険なのか安全なのかという、判断も非常に必要だと思いますので、しっかりお願いしたいと思います。続きまして水俣病の問題について、ご質問したさせていただきたいと思います。今一昨日北側副大臣も熊本県知事とも会談されて、いろいろ昨年の最高裁判決や、また公害健康被害保障復旧審査会の採決などが出た後のですね、いろんな対応に追われていらっしゃると思うんですけれども、改めてその最高裁判決やこの復旧審査会の採決について今の段階でどう受け止められているのか教えていただきたいと思います。北川環境副大臣。野間委員から水俣病に関するご質問を頂戴いたしまして、この問題は野間委員の地元であります鹿児島県におきましても長年の課題であり、その中で野間委員はじめ鹿児島県の皆様方にも大変ご協力をいただいておりまして、まずこの場をお借りして御礼を申し上げたいと思います。さて今ご質問のありましたこの最高裁判決と健康被害保障復旧審査会の件でありますが、昨年の4月の水俣病の認定についての最高裁判決では、県の行った申請棄却処分について行政が敗訴をいたしました。結論として行政の主張が認められなかったことは我々真摯に受け止めております。最高裁は水俣病の認定にあたっての検討は患者の症状等についての医学的判断のみならず、患者の原因物質に対する暴露歴や生活歴および種々の疫学的な知見や調査の結果等の十分な考慮をした上で総合的に行われる必要があると判事をされたわけでありまして、これは総合的な検討を行って判断することが重要であることを改めて指摘をされたものと理解をいたしております。環境省におきましては総合的な検討が重要であるとの最高裁判決の趣旨に沿って、より一層適切に認定制度を実施していくことができるよう、認定基準における総合的検討のあり方を具体化する作業を進めているところであります。次に昨年10月に水俣病の認定について公害健康被害保障復旧審査会が県知事の行った申請棄却処分を取り消す採決をいたしました。採決を受けて熊本県知事は請求人を水俣病と認定をされたわけでありますが、採決を受けた認定申請への個別の対応は法律に基づいて熊本県においてなされるものであります。環境省としては採決に沿って認定することとした熊本県の判断を尊重したいと考えております。その上で環境省においては最高裁判決の趣旨に沿って総合的検討のあり方を具体化する作業を進めているところであり、本採決もその検討作業にあたって参考にしていきたいと考えております。野間君。ここのところその
今の総合的検討について、の見直しに関わるその通知案なるものがですね、環境保健部長名で、まあ、出てるわけですけれども、これは、まあ、そういうものが今検討されて、やってるという理解でよろしいんでしょうか。ただいま環境副大臣、その点につきましても検討中であります。野間君。一昨日の熊本県知事とのですね、会談について、まあ、県知事としては、どのような、まあ、報道は見ておりますけれども、どのような対応だったんでしょうか。北川環境副大臣。昨年来、蒲島知事からは環境省と府区審査会の考え方が不一致である、また貢献法上の保障制度の検証が必要である、そのためにも現状では県は認定業務を行えないとして、環境省が法律に基づく臨時水俣病認定審査会を開催して審査をするべきとの要望を昨年来からいただいておりました。これらの要望につきまして、環境省として検討した結果を今委員ご指摘のように一昨日知事のもとに参りましてお伝えをしてきたわけであります。その中で意見交換を行わせていただきまして、一定の共通認識を得ることができました。その内容、また環境省の対応は次の3点でありまして、最高裁判決に沿って総合的検討の在り方を具体化した通知を取りまとめること、次に国と県が二人三脚で認定業務を行うために臨時水俣病認定審査会を、いわゆる臨水審でありますが、これを開催できる状況を整えること、貢献法の保障制度を円滑に運用できるようその検証を行うこと、この内容といたしておりまして、今後は蒲島知事との共通認識に沿って国と県の二人三脚で認定業務を進めていきたいと考えておりますが、先ほど委員ご指摘の通知等も含めまして、粛々と我々は準備を進めていきたいと考えております。野間君。この通知案を見ますと、まあ、例えばその汚染当時のですね、頭髪とか血液とかあるいは尿とかですね、まあ、そういうものを確認するとか、まあ、なかなかこうもう何十年も経って今さらそういうのが確認できるのかという、まあ、ちょっと非現実的なですね、ものもまあ含まれているわけですが、まあ、これはなかなかもう今までの行政の積み重ね、いろんな法的な安定性の問題とあって、行政役所の対応としてはですね、まあ、本当に限界なのかなと、まあ、最終的にはこれは政治の決断によってこの認定基準をですね、もうちょっとといいますかね、大きく変更していくことが必要ではないかと思います。まあ、これはもう政治家としてのまさに石原大臣のご決断なりの問題になってくると思いますけども、大臣いかがでしょうか。石原環境大臣。この水俣病の問題は私も現地に行かせていただいておりますし、いろんな方とお話をさせていただいております。くしくも、まあ、親子2代でこの問題現場を見させていただいてですね、やはり当時とまた時間的経過で大きな変化があるんだと思います。まあ、そんな中で今副大臣がご答弁をさせていただきましたように、その最高裁の判決をどう捉えるかということにおいては、副大臣から申し立てた通りですね、その認定基準が根本から否定されているとは私も判決文読ませていただきましたが、ないんではないか、こんなふうに理解しております。ですから、これもこの最高裁判決の趣旨にとりましてですね、総合的検討のあり方の具体化作業というものを進めているということを北川大臣から再三再四ご答弁させていただいております。この問題の難しい点は、政治決着が2度もう過去にあったことであります。それとの整合性も図っていかないとなりません。そして時間もそんなに残されてはいない。
まあ、そんな中で現在こういうふうに取り組ませていただいているというのが現状でございます。野間君ありがとうございました。最後になりますけど、この度あの鳥獣保護法の改正を考えておられるということで、鳥獣被害について、ご質問したいと思います。これは10年をかけて、主にシカ、イノシシを半減させるという非常に野心的な計画なんですけど、これは法を作ってもですね、なかなかこの実行は先ほども話が出ておりましたけれども、鹿の繁殖力は非常に強いですし、よほどのこのインセンティブがないとですね、これが実行しがたいと思いますけれども、どのように具体的に考えていらっしゃるかお願いいたします。星野自然環境局長。環境省では昨年12月に農林水産省と共同で、抜本的な鳥獣捕獲強化対策を取りまとめたところでございます。この中で当面の、捕獲の目標として、今委員がご指摘されましたように、ニホンジカとイノシシの個体数を、10年後の平成35年度までに半減させるということを目指すこととしたところでございます。環境省におきましては、この目標の達成に向けて本年1月に出された中央環境審議会答申、鳥獣の保護及び狩猟の適正化につき講ずべき措置についても踏まえまして、鳥獣保護法の改正も含めた対策の強化を検討しているところでございます。具体的にはニホンジカやイノシシなどにつきましては、積極的な管理を行うことといたしまして、都道府県等による捕獲の強化、さらにはニホンジカ等の捕獲を行う事業者に対する認定制度の創設等の対策を検討しているところでございます。野間君、最後の質問ですけど、捕獲を余震場できたとしてですね、その処理、その死骸を埋設するとか焼却するとかですね、一部自治体でも行われてますけども、そのじゃあ焼却施設を予算をどうするか、誰が管理するかとかですね、非常にきめ細かくしていかないとこの問題はきちっと解決しないと思いますけど、そのあたりどのようにお考えでしょうか。西郷大臣官房生産振興審議官。いたします。鳥獣被害の防止のためには、先ほど環境省からご答弁ありましたとおり、有害鳥獣を捕獲していくということが極めて効果的な手段ということで、先般安倍総理を本部長とするその農林水産業地域の活力創造プランの中でも、当初と環境省が連携して、被害の主な原因であるシカ、イノシシの捕獲目標を設定して対策を打っていくというふうにされたところでございます。今先生おっしゃいましたとおり、取った後どうするかということでございますけど、まず取るまでにはですね、農水省といたしましては、鳥獣被害防止特措法に基づく、市町村段階での、対策といたしまして、イノシシの捕獲数に応じて1頭8000円以内といったことを交付させていただくとか、あるいは技術を向上するための、施設、これ要するに射撃場でございますけど、この整備だとございますとか、それから先生おっしゃった出口対策といたしまして、処理加工施設の整備などの、あるいは高度なコンピューター技術を活用した捕獲技術など、広範ないろんな取り組みに支援をするということにしております。で、処理加工につきましては、自治体によってというか地域によって違いますけれども、ただの埋設だけではなくって、焼却するための施設とか、あるいはお肉をですね、利用するための施設といったことに要望がありますので、それについては県民会という対応をしているところでございます。野間君どうもありがとうございました。午後1時から委員会を再開することとし、この際休憩いたします。